TBS ラジオ玉結び玉結び午後1時になりました。いかがお過ごしでしょうか。こんにちは、かえたまおです。こんにちは、水曜パートナー博多大吉でございます。大吉先生、先週ちょっとね、はい、喉の調子がっておっしゃってました、いかがですか。いや、もうすっかり回復いたしましたよ。きっと本当ですか。そうですよ。でも急に寒くなったから、また。いや本当よ、今日はね、まだマシなんですか、昨日とかで比べたらね、はい、でも最高が 9.1 度で、ただいまの赤坂は 8.7 度、うわ、最低が 3.6 度ということになってますよ。冷え込んできましたね。急に来たね。急に来た。もう雪が本当降ってもおかしくないぐらい、昨日の夜なんかも、ね、寒くございますけども、寒くございます。先生はじゃあ、もう治ってきたと。もうだ、それと反比例して、はい、本当ですか。何反比例して、ああ体調が良くなってきてるというのは、寒さに反比例して。そうだから、喉風邪というか、何でしょうね、うん、別に熱も何もないですけど、とにかく喉がイガイガするというか、喉がなんか痰が絡まるというか、うん、でも多いらしいですね。今年の風邪は喉だよって誰かが言ってましたね。うん、誰かがそうですか、うん、まあまあ大体喉には来ますけどね、風邪は。南原さんが、いや喉がずっと治らないって今年の風邪はって言ってました。あ、でも私もそうでしたね、喉長引きましたね、うん、そうよね、赤井さんもずっとそうでした、うん、そうでしたね、うん、ね、まあお互い治ってね、はい、完治に向かってよかったと思いますけども、よかったですね。皆さんもお気をつけくださいね。はい、本当にこれから本格的な冬ですからね、うん、そうですよ、うん、今日はね、はい、今年の漢字なんていうのが発表される日でもありますよ、年末が迫ってきて、うん、今年は何ですかね、清水寺で。まあそれぞれね、個人の漢字はあると思いますけど、今年はイカでしょ先生。イカ二文字になりますけどもイカですか。イカという漢字ありませんでした。ありがとうございます、いや、うん、いやだってね、あの玉結びでも先生がイカ好きだというのを、はい、今年はもう散々押してきましたけれども、押しました、はい、この週末、うん、ザ漫才で、はい、フジテレビのネタ番組の、はい、拝見しました、はい、先生の、あ、初めてのネタですか、あれは。あれは新ネタをね、作りました、ザ漫才用に。花台さんの漫才のネタが、はい、まさかのイカネタだった、はい、そうですね、あの番組側がテーマは、まあ、僕らの名前の上にね、はい、漫才のテーマ、例えば1個前のパンクブーブーやったら、なぞなぞがテーマだったんで、なぞなぞって書いてあって、はい、いろいろみんな書いてあるんですけど、はい、我々のところはイカ不良って書いてある。そう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 渋すぎるやろ。そうですよね。まあでもね、あれももう本当言わせてもらえば玉結びですよ。そうですか。玉結びであんだけやったから、とりあえずまあ新ネタ作ろうと、うん、ザ漫才に向けて、うんうん、で何のネタしようかなと思った時に、やっぱちょっとラジオと絡めた方が面白いかなとか、うん、ちょっとだけ思って、でまあイカで行こうと、うん、でまあイカといえば、まあ、最近の漫才で言うとね、千鳥のイカニカンっていう、うん、まあ、キラーフレーズがあるんで、うんうん、ちょっとかぶるな、うん、千鳥とかぶるなと思ったけど、うん、やっぱあんだけね、玉結びの皆さんから、うん、イカのニュースを伝えられ、はい、イカセンターの社長まで呼んでくれて。そうです、イカちゃんも来てくれて、芸人さんのね。やっぱ一回イカでやろうと思ったら、もうイカでしかやりたくないって、どっかモードが入りまして、そうか。で、作りましたけどね、でも我ながらいいネタができたなとか思いながら、やったんですけど、うん、この話していいですか。あ、なんでしょう。まあだから作ったんですよ、うんうん、でまあそれをね、まあ、あの新ネタとして、うん、本来なら劇場とかで何回か試してやるべきなんでしょうけど、うんうん、僕らはもう生放送一発目でやるんですよ、演芸グランドスラムとかザ漫才と か、うん、だからここ何年かは僕ら新ネタって、はい、単独ライブをやらない芸人なんで、あ、そういうネタ番組、はい、フジテレビのネタ番組で毎回新ネタをかけてたんですね、はい、でなんでこんなことをするかというと、うんうん、あのまあすごいねって言ってくれる後輩もたくさんいるんですけど、はい、本当のことを言うと、うん、あの演芸グランドスラムとかザ漫才のスタジオでやる、ま、時って、うん、まあ滑らんのですよ。あ、そうなんです。それはお客さんが、うん、お客さんがまずね、多分あれお金もらってるでしょ。いや違うでしょそんなことは聞いたことないけどいや、お客さんもね、まあ多分まあ仕込みのお客さんだから、いやというかもう本当に漫才が好きな方が、うん、たくさん中から選ばれてるから、もう本当前のめりに来てくださってるでしょうね。すごい前のめりっていうか、もう立ち上がってんじゃないかなっていうぐらいの勢いで見てくださるんですね。うんうん、で、何、まあ、正直言って、他の局のネタ番組では僕、新ネタなんか絶対下ろさないんですよ。怖いから、うんうん。で、なんでかっていうと、まずお客さんが、まあ、どの局も笑ってくれるんですけど、うん、一番の違いはね、うん、ごめんね、TBS ラジオでフジテレビの話して、はい、うん。フジテレビさんのネタ番組って、セットが違うんですよ。うんうん、あの普通のネタ番組って、うん、まあステージ立てて、はい、客席に椅子並べてそこで漫才やるんですけど、うんうん、フジテレビのネタ番組は、うん、そのセットを作ってるんですね、はい、でステージがあって、はい、で客席があって、はい、それを屋根で囲んでるんですよ。
だからちっこいね、小型の劇場みたいな小屋みたいになってるんですか。そうそうそう、ここが、ね、はい、これはあの演芸グランドスラムを立ち上げた矢吹さんという方がいろんな劇場を見て回って、ナンバーグランド花月っていう大阪にある吉本の劇場を研究して、はい、うん、結局天井が必要だと。へえ。天井からお客さんの笑い声が跳ね返ってステージに来るから、うん、どんどん盛り上がるんだっていうことを、そうですか、発見してすっごいお金かけてセットを作ってるんですね、うん、でそのセットでやるから、うん、ただでさえもう半分立ってるお客さんで、うん、はい、そんだけの反響が来るから、うん、まあ受けるんですよ。すごいいい相乗効果ですね、うん、そうだからまあ芸人さん、まあ、我々もすごくやりやすいし、うん、だから新ネタもまあ思い切ってかけられるというか、へ、うん、そういう仕組みなんですけどね、うん、あ、うん、でもねその話聞いて、ね、思い出したのがね、うん、はい、昔私がいた ABC 朝日放送の前の社屋、今新社屋でちょっと移動したんですけど、建物自体が、うん、旧社屋の近くにシンフォニーホールっていう劇場がありまして、昔ながらの、うんうん、結構クラシックの音楽のコンサートやったりするような、うんうん、そのシンフォニーホールも ABC が持ってたんですけど、うん、これがね、うん、作ったら、うん、たまたま、うん、偶然にも、はい、すごくいい屋根と椅子の関係性だったんですって。それは誰かが設計してるんじゃないですか。いやもちろん設計はいいようになるように設計してるんだけれども、うんうん、奇跡的に残響2秒って言って、うん、拍手した後の拍手の音が2秒間残るっていう、うんうん、すごい奇跡的な音の空間が出来上がったって言われてるシンフォニーホールで、だからあの超有名な世界のね、うんうん、あの一流の音楽家の方たちが、うんうんうん、そこで弾くと、うん、本当に心地よくなるという、ね、奇跡的なのが、はい、これ座席のこう並び具合とかその天井の高さとか、うんうん、たまたまだっておっしゃってました。もう結果、まあ、そこそこ計算したけど、まさかこんなにうまくいくとはっていう。まさかこんなうまくいくとはっていうのが、その残響2秒のシンフォニーホールって言われてたんですけど、まあね、私は漫才師ですけど、確かにもう快感によって全然違うんですよ。すんごいやりやすいとこと、すんごいやりにくいとこあって。割にやりにくいのがね、最新の設備をしてるとこは、うん、全部吸っちゃうんですよね。観客の音。はぁ。一生懸命やってて、お客さんも笑ってるはずなのに、うん、全然笑い声がステージまで聞こえてこないみたいな。へぇ、そういうところもありますし、うん、まあ、なんていうか、まあもちろん我々の実力不足っていうのが大前提にあるんですけど、やっぱりやりにくいなっていうところもありますけどね。ありますよね。うん、こういうところやりやすいんですよね。第7スタジオはどうですか、先生。どこ？ここ。ここね、割にやりやすいです。あ、そうですか。なぜならね、見てる客が全員身内だからです。はい。全員の都合分かってるもん。身内でしかもなんかちょっとこもってる感じがありますもんね。そうそう、最悪ドア開けて腰振りに行くもんね。笑えっつって。で、そうですね。そうそう。でもこの、第7スタジオ、全体に焦げ茶でね。うん。うん、シックな感じでね、木のね、シックの感じで、うん、土色じゃないですか、うん、ちょっと本当にこう潜ってる感じがありますもんね。カーテンの色とかもね、うん、あるでしょうね。そう、でもね、この前ネタ作ってね、うん、で6分って言われたんですよ、はい、オンエア尺は最大で、うんうん、だからそう言われた時は大体4分半か5分で作るんですよ、うん、だってお客さんが笑うから伸びちゃうから、大体4分ちょっとで作れば6分になるんですね。あ、それぐらいやっぱり余裕持っといた方がいい、うん、余裕持っといた方がいいと思います、はい、僕は個人的にショートした方が、6分超えちゃうと編集されるじゃないですか、はあ、編集されるのがちょっと僕は嫌なタイプなので、で作ったんですけど、うん、なんていうのかな、イカの不良っていうテーマだけは最初決めて、うん、で作ってたんですよ、うん、でまあ自分である程度書いて花丸と楽屋で2人で詰めるんですけど、はい、その時にいたのがね、うん、まあ黒田マネージャーと、はい、あとはいつものスタイリストさんと、うん、メイクさんと、うん、そういう人たちに僕らいてもらわないと作れないんですよ。え、作る時に見守っといてほしいっていう、二人っきりだとどうしてもなんかね、煮詰まっちゃうというか、だからなんか聞こえるようにネタ合わせして、うん、周りの反応をチラチラ伺いながら、そんな状況で作るんですか。はい、だマネージャーとか誰もいない時は同じ出番のパンク部分のクロスを無理やり楽屋に呼んで、うん、お前ちょっとそこにおれと、俺たちが作るのを見てくれるっつって、で作るんですね、うん、でそんな感じで今回も作ったんですけど、はい、本当のことを言うとね、うん、最初は、まあ、イカの不良から船歌っていう歌も変わってくる、うん、イカでいいなんて次元じゃない、うん、イカがいいだ、うん、っていうところから本当は僕飲み会の方にこう枝葉を作ってたんですよ、うんうん、そもそもその飲み会でね、うん、まあ最初の注文するときに、はい、じゃあ俺ビール、うん、でお前何飲むって言ったときに後輩が、うん、じゃあ僕もビールでって言われた時に、はい、ちょっとカチンとこないっていう話。なんでなんで？いや、ビールがって言ってほしいなとか。
僕もビールがいいですと、うん、ビールでいいって言われるとちょっとテンション下がるよねみたいな、そういう飲み会の小さなあるあるみたいなのをこう、はい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 、積み重ねて、うん、最初は作ってたんですよ。ほう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 。で、なんだかんだなんだかんだやって、うん、結局ね、うん、ネタって8分あったんですよ、うん、やり終わったと4分を目標に作ったのに8分あったんですね、はい、まあまあでもやりながら、まあ長えなと思ったんですけど、はい、まあお客さんがテレビで見てる多分倍ぐらい受けてくれるんで、はあ、うん、まあやりやすくというか、まあなんとかやり終えて、まあよかったなと思ったんですけど、うん、毎回ね一応黒田マネージャーには言ってるんですよ、うん、お客さん以外のスタジオの隅っこにいる技術さん、うん、音声さんとか大道具さんとか、うんうん、そういう方たちがどういう反応してるのかだけ必ず見といて、あー、で8分あったから、はい、劇場のネタって大体10分なんですね、うん、ってことは新ネタが劇場で明日から下ろせる、あ、なるほど、新ネタが1本できたんじゃないかなと思って、そうですね、で終わってすぐ黒田どうやったっつったらもう爆笑しましたと、うんうん、今まで何回か見てきたけど、うん、今までの演芸グランドスラムザ漫才の中ではスタッフ受けは1番ですって言われたのね、はい、でやったやったできたできたっつって、うん、ルミネーター吉本で何日か後に出番やったんで、はい、かけたんですよ。はい。じゃあ3回やったんですけど、3回とも全部滑ったんですよ。と思って。こんな滑るっていうぐらい滑って。本当ですか？それ吸収されたんじゃないですかね。いや、これはね、音響とかじゃなくてね、結局ね、はい、まあ、話を細かく言うとね、はい、オンエアではバサッとカットされてるとこがありまして、はい、当然8分やってますから、うんうん、カットされたとこが、はい、実は今回の僕らの中での、うん、まあメインとなるネタだったんですよ。一箇所だけ使われてましたけど、はい、花丸さんがね、お弁当を食べてて、うん、白身フライだと思って、うん、パクって口に入れたら鮭フライだ、あ、はいはい、このショックたるや、うん、みたいな、はい、あのシリーズが何個もあるんですよ、うんうんうん、コロッケかと思って口に入れたら、うん、ホタテフライこんな裏切りはないとか、あ、そこか畳みかけるようにあったんですね。だからお弁当のなんかなんていうのかなクレーム的な、はい、お弁当でつまずくことみたいな、うん、そういうシリーズを積み上げてたんですね。はあはあ、でやってみて全部滑ってルミネで、うん、なんでこんな滑るかなと思って、はい、で、はたと私気がついたんですよ、うん、いやよう考えたら、うん、普通の方って言ったらあれやけど、うん、まあ、ラジオ聞いてるね皆さん、例えばお弁当買うとき、うん、何見ます？いや、それはおかず見るよね。見る、うん、白身フライなら白身フライ弁当でも書いてあるもんね、うんうん、コロッケならね、コロッケ弁当で書いてあるじゃん。 うん、それで選びますからね。そう、確かに。そこを僕もすっぽり抜けてたの。あ、当てがわれるからね、芸人さんは。なんで僕らとか、あとネタ作り中にゲラゲラ笑ってた黒田マネージャー、メイクさん、スタイリストさん、そして誰よりも裏で腹抱えて笑ってくれたフジテレビのスタッフの皆さん、うん、この人たちは全員ね、お弁当をあてがわれるのよ。だから選べないんですよね。そう、うん、で選べないし、何が入ってるか分かんない状態で僕ら食べてるから、ほんと白身フライだと思って口に入れた時の鮭フライのショック。なるほど。ホタテかいっていう。あ、そうか。だからそういうことは確かに一般の場合はないな。ないやん。そうだ、むしろ嬉しいやん、ホタテだってなる方ももちろんいらっしゃるし、うんうん、まあ同じようなショックを受ける方もいらっしゃるでしょうけど、うん、僕らみたいなね、こっち側の人間の方がもうよりやってるからさ、やっぱりそうか。いや、だから本当天狗になってました、私。本当天狗になってたいやー、失敗したなー、あの日のルミネのお客さん、本当すいませんでした。そうだったんですね。そんな裏事情がまさか聞けるとは思いませんでした。3割ぐらいね、お客さんのせいにしてた自分がいます違います、悪いのは我々でございま す。失礼いたしました。じゃあ今日の1曲目、チャットモンチーでシャングリラ。お送りした曲はチャットモンチーのシャングリラでした。でした。それでは TBS ラジオ赤江珠緒玉結び、今日の番組内容の紹介です。はい。1時35分頃からはニュース玉結び、うん、ひらがなで玉結、アルファベットで D、 ちゃんとしたニュース番組で扱わないようなニュースをお届けいたします。はい。そして2時からはザ・ヒストリー、私の何かの履歴書、リスナーの皆さんの何かの遍歴を履歴書風に紹介するコーナーです。うん、今日はお風呂でございます。うん。蓋でかき混ぜる、混ぜます。シャワーはない。うん、リンスは溶かす。ああ、昔溶かしてたね。そう、溶かしてましたよね。お母さんとか溶かしてた。薄めて使ってましたね。うん、リンスの使い方っていろいろね、時代とともに変わってますもんね。一時寝かすとかあったよね。
塗ってしばらくね、うん、置いておく。最初に塗って湯船に浸かるべきだとかよね。そうそうそう、そんな時代あったよね。で途中からなんかコンディショナーとか言い出して、うん、あんまりリンスって言わなくなったりして、そうそう、うんうん、今一緒ですよ。リンスもコンディショナーも一緒、ね、一緒だと思う。あれちょっと違うの、ちょっと違うんだ。違うんだっけ、あれ何も知らないね我々は。もうそうか、うん。そして2時40分頃からは皆さんからのイージーリスニングミュージックのリクエストに応える、うん、イージーリスニングのコーナーが今日は、はい、ノーティマムスク。お、ないの？そんな日もあるの？初めて騙された。そうですよ、どうせイエスだと思ってた。いつもあると思うな、うん、ないね、何がいつまでもあると思うな。親とティマ結び、いやいやいや親と並べるのかわいそうすぎるでしょそうですね、うん、のティマ結びということで、はい、年末年始に向けていろいろとお知らせがございます、はい。そして3時から週替わりレギュラー陣が登場するラジオコラム、毎月第2水曜日はお笑いコンビ米粒社協の折島一平さんが担当ですが、うん、ブックレビュー企画大読芸人折島一平次、今月はですね北川景子さん主演の映画が大ヒット中というミステリー小説スマホを落としただけなのにご紹介いただきます。はい。で玉結びではリスナーの皆さんからメッセージ大募集ですが、今日はどんな内容になりましたでしょうか、うん、はいはい、今日はこちらです。私のお弁当ストーリー。うん、まあね、ちょっとお弁当あるあるが全く通じずに、はい、もう大変な目にあったっていう話をしましたけども。そうでしたね。まあでも考えたらそうですよね、いろいろ皆さんお弁当ありますよ、まあ、作ってもらってる、うん、もしくは毎日作ってるっていう方もいれば、うん、もう俺はもうこの弁当しか食わんっていう人もいるかもしれないですね。何弁当が一番好きですか？唐揚げ弁当。唐揚げ弁当、はい、なるほどなるほど、うん、に海苔、海苔弁当と唐揚げですかね、うん、いや唐揚げ弁当ってさっき言いましたよ1位は唐揚げでしょ、うん、じゃあ2位は海苔ということで。そうですね、うん、そうですね、弁当、いやだから海苔と唐揚げをうちは高校の時とかはお弁当屋さんで買った場合はこう合わせれたんですよ、うん、ドッキングできるのミックスみたいな感じが選べたんで、うんうん、外で買う時はミックスでしたね。うん、あとはまあ家から作って持って行ってましたけどね。あと好きなおかずだけ教えていただいていいですか？お弁当のですか？お弁当のこれが入ってたら嬉しいなっていうやつを。お弁当の中に入ってたら嬉しいもの、最近、うんね、お弁当の中に入ってたら嬉しいもの、うんうん、そんな難しいことはでもなんでしょう、プチトマトでいいですか？じゃあいやプチトマトじゃないな、なんだろうな、そうじゃないんだな、そうじゃない、はい、卵焼きはもう入ってるでしょ、うん、入ってて当然なやつみたいな感じ、まあ、まあそういうのは抜きますよね、どうしてもね、うん、おこれが入ってるってやつでしょ、うん全然食ってこない、早くって言われちゃうあのスタッフに、えなんだちょっといろいろあるもんな、ちょっと俺ももう圧倒的にミートボールですね。ミートボール、へー、うん、ミートボール何回でも言います、ミートボール。そうですか、いや全然見下してるお前んとこはミートボールがマックスかっていう感じですか？うん、そうですねもう赤井さん、後で教えてください。はい、わかりました。こんな難問だとは思わなかった。うち大体あの前の晩のご飯のおかずが入ってたりしてたんで、うん、はいはい、その日その日によってすごい違って、うん、アジの酢漬けとかも入ってたりとか、おいい時はちょっと牛肉のサイコロステーキみたいなのが入ってたりとか、うんうんうん、そっか、でも前の日に食べてるから、うん、次の日開けても、うん、わあよかった嬉しいがあんまないってことか。そうですね、うんうん、そうそうそう、に唐揚げと海苔弁当でね、はい、一生終えてください。わかりましたということで今日のメッセージテーマ、はい、私のお弁当ストーリー。メールの場合は、うん、tama954@tbs.co.jp、 tama954@tbs.co.jp、 タマはアルファベットで TAMA。 ファックスの場合は0355620954、0355620954で、おところお名前お電話番号を忘れなく、うん、メッセージ紹介された方には玉結び特製ステッカープレゼントです。はい、それでは TBS ラジオ赤江玉を玉結び、水曜日は博多大吉先生とのコンビでお送りします。午後3時半までお付き合いください。 TBS ラジオ玉結び、玉結び、ジャパネット、ジャパネット、夢のジャパネット高田、ジャパネット高田ラジオショッピングの時間です、はい、今日はジャパネット高田小野村さんにお願いしましょう。小野村さん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いいたします。お願いします。高田さん、はい、今日は12月12日ということでですね、うん、まあ、今年もあともう本当半月ぐらいになってるんですけれども、はい、まあ、今ジャパネット高田
利益還元祭の真っ只中でございまして、はい、まあ、これ自体もあと2週間ぐらいなんですが、うん、今日はこの利益還元祭の大特価商品の中から、うん、エアコンご紹介させていただきます。エアコン、はい、まあ、あのエアコンこのシーズンで言ったら、うん、暖房エアコンということで使ってる方も多くいらっしゃるとは思うんですけども、はい、あのやっぱりですねエアコン暖房ってその安心安全っていうことに加えて、うん、あの非常に、まあ、便利に使えるんですが、今までは、うん、なんかちょっと電気代のこともあったので、うん、つけてるんだけど暖房エアコンはちょっと使っちゃいけないみたいなですね、うん、なんかそんな部分もあったんですけどちょっと罪悪感ありますね、はい、うん、でももう今は、まあ、今回のエアコンに限ったことではないんですが、うん、省エネがすっごく進んでますので、うん、まあ、ぜひそういった意味でもこのタイミングにとっておきのですね、うん、ダイキンブランドをご用意いたしました。ダイキン、はい、もう世界的な空調メーカー、あのダイキンのこれ10月発売の最新モデルになりまして、うん、でその中でもフィルターの自動お掃除機能がついた、まあ、いわゆる上位モデルですね、うん、このいいやつ新シリーズを、はい、ちょっとこれ利益還元祭でもちろんお値段頑張らせていただくんですが、うん、先にですねこれちょっと価格以外のところで、うん、あのまずやっぱりダイキンのいいエアコンに買い替えていただきたい、うん、という時に今つけていらっしゃるエアコンはジャパネットが下取りをさせていただきます。 ありがたい、はい、これエアコンを1万円で下取りさせていただいて、うん、ぐっとまたお安くなりますので、うんうん、ただですね大吉さん、はい、さすがにその下取りに出していただくエアコンは、うん、もちろんなんですけど取り外しとかしなきゃいけません、はい、だからこれ取り外しには4500円費用かかるんですが、うん、この取り外し料金も無料で行います。え、そこまでしてもらえるんですか。ただですね、はい、ここまで行くとそもそも取り付けの話になると思うんですよ、うん、工事費ね。そうなんです、うん、標準工事費用1万2000円かかるんですが、うん、今利益還元祭やってますんで、ほう、標準工事費用も無料で、ありがとうございますんで、だから今回は下取り企画があって、はい、そして取り外し及び標準工事費用無料で、うん、このダイキンブランドを利益還元祭の大特価で、まあ、これお値段はいくらが出るか最後までご期待ください。はい、でこれあのもちろんエアコンですから基本的な冷房暖房除湿に加えまして、うん、このフィルターの自動お手入れ機能がついていることによって、うん、手間もかかりませんし、うん、風も心地いいですし、うん、あの本当に快適に使ってもらうことができます、うん、だからせっかく買い替えていただくんだったらこれは一つ大きなポイントになるんですが、うん、そこに加えて、まあ、もう一つダイキンといえば空気清浄なんですね。ほう、でこれがあのストリーマと申しまして、うん、雷のような放電の技術なんですけど、うん、まあ、あの風をぐるぐる循環させる中で中のフィルターでキャッチしたカビ菌であったりとか、まあ、花粉やダニといったアレル物質、こういったものにこのストリーマをバーッと当てて、うん、働きを抑えますではなくて、うん、分解除去いたしますよと、パワーがめっちゃ強いんですね。さすがダイキンですね。でこの単独でもできますんで、うん、だから空気清浄機としてのこの性能も非常に高くて、うん、お部屋の空気を快適に過ごしていただくことができる、うん、そしてフィルター自動お掃除機能もついた最新モデルのダイキンエアコン C シリーズが、問題は値段です。はい、あのダイキンのいいやつって、うん、それだけでそれなりの値段になりますので、もちろんしかもね、うん、モデルが新しければ新しいほど、まあ、もちろんその分品質もすっごく高いモデルではあるんですが、はい、6畳タイプ、うん、そのお値段が、うん、109,800円。お、これだったら考えていただいていいんじゃないかなと思うんですよ。自動掃除もついて、うんうんうん、最新で、うん、ただですねここからちょっと冒頭ご案内したようにエアコンの下取り、うん、1万円で下取りをすれば、うん、ああ10万円を切る計算になるんですが、うん、今利益還元祭中、今だけあと1万円追加の値引きをいたします、うん、ということは合計で2万円安くなって89,800円。これに消費税とお届け送料で、あのリサイクル料金収集運搬料は手出しでお願いするんですが、うん、ちょっと冒頭ご案内したようにあの取り外し料金4500円と、うん、標準設置費用12,000円、これは無料で89,800円で出させていただきます。であの分割も36回払い月々は2700円ずつでいけますので、うん、であの他の8畳10畳14畳18畳こちらもお問い合わせいただければと思うんですが、うん、まあ、ぜひ利益還元祭この大特価で省エネしながら快適に空気もきれいにダイキンブランドご検討いただければと思います。さあお申し込みお問い合わせのフリーダイヤルは 0120-441-555
0120-441-555 お待ちしております。はい、小野村さんありがとうございました。ありがとうございました。空気清浄、除湿、うん、暖房、そして冷房も、うん、年中お世話になる感じありますもんね。自動掃除がいいですよね。ダイキンエアコン C シリーズ6畳用は販売価格109,800円、消費税送料は別となっております。下取りありの場合は還元祭特価、標準取り付け工事費無料で89,800円、消費税送料は別です。ぜひお電話ください。お申し込みはフリーダイヤル0120-441-555 番、0120-441-555 番、おかけ間違いにご注意ください。はい、ジャパネット高田ラジオショッピングのお時間でした。 TBS ラジオ954玉結び。それではここでお天気です。い、赤坂もまあ少し晴れ間というか青空も見えますが、ほぼ雲ですね。雲曇りですね、うん、この後の関東地方は晴れ間がただ出るところが多くなってくるでしょう、うん、午後は寒さが多少和らぎますが、夜は北風が強まる見込みです、はい、明日はだいたい晴れそうです、うん、朝の気温は東京で5度と今朝より少し高いでしょう、うん、最高気温は11度前後で今日と同じくらいの見込みです。では、ここで今日のメッセージテーマ、私のお弁当ストーリーでいただいたメールをご紹介しましょう、はい、ラジオネーム柿之助さん、足利市の方からいただきました。ありがとうございます。うちの近くのスーパーに250円弁当が売っています。安いね。値段の割にはウインナーや唐揚げや海苔がご飯の上に乗っていてとてもお得です、うん、あ、これも私の理想的な海苔と唐揚げ、うんうん、さらに安く買いたくて閉店間際にスーパーに半額狙いで行っています、うん、ということは125円。おお、うん、そこでは半額狙いの人たちの壮絶な戦いがあります、うん、戦いを勝ち取って125円でゲットできた時は勝利のガッツポーズをしたくなります、うん、できないときは弁当を諦めていますという。うーん、わあ、125円はこれは、ね、お弁当は本当値幅あるもんね、うん、上から確かに。で、僕らがね、あの、うん、この業界で食べさせてもらってるやつって結構しますもんね、はい、ロケ弁とかっていうか出てるやつですか。なんかの番組で見ましたよ、大体平均1,200〜1,300円のやつですよ、うん、お弁当にそんな出さんよね、新幹線乗るわけじゃないのに、うん、そう、まあまあそうですね、駅弁でも出さんよ。先生は新幹線乗るときにはちょっと多めに。いや、でもお茶入れて1000円かな、あ、僕の目安は。ああ、まあ、でも新幹線乗るときいいんじゃないですか、1200円。うん、まあまあまあ、うん、玉結び弁当は、うん、先生食べてます。僕は食べてますよ。ああ、そうですか。うん、阿部子ちゃんが近くのコンビニで仕入れて、うん、原価じゃねえや、定価で定価で仕入れてくれるやつがありますんでね、はい、うん、ええ、あれですか、はい、駅弁とか買うんですか。買いますよ。うん、どういう基準で選びます、その日の気分。ね、うん、昔東海道新幹線のエリアで売ってた出陣弁当って知ってます？出陣弁当は知らんな。知らないか。なんかちょっと竹籠みたいに入ってたやつ、うん、でそれがね、うん、結構好きだったんですよ、それ何駅で売ってんの？大体品川で買ってたんですか？はい、うんうん、で買って、うん、好きね、出陣とかそういう戦国的なやつ。いやいや、それはね、何がいいって、その量と、うん、そのおかずとかが大人の人間にちょうどいいっていう、うんうん、もう少し若い時だとそれこそ唐揚げいっぱい入ってるとか、うんうん、ハンバーグがバーンとかだったんですけど、うん、なんかもうちょっとね、年取ると、はい、渋めの年齢層高めの人が選ぶ弁当。なるほどね。で、うん、味もちょっと薄味みたいな、これが好きだったんですけど、最近あんまり売ってないんですよね。なるほどね、うんうん、何が好きですか先生。僕は結局崎陽軒のシューマイ買ってますね。あ、シューマイ弁当ね、週2ぐらいで食べてるんですよなぜならもういろんな現場でお弁当出れるんですけど、確かに、まあ、1日に1個は言い過ぎか、でも3日に1回は必ず出るんで、崎陽軒は、うん、買わなきゃいいのにね、いつも食べてるのに、はい、冒険できない、保守的な、保守派なんですよ。ですね、保守です私は。ね、そうですね。そう、まあ、いろんなお弁当今ありますからね。そう、もうもう食べながら知ってる食べたことあるこれと思いながら食べてます。え、私のお弁当ストーリーお待ちしています。Here's the news you really didn't care for. BQ and here's your cast. Freedom of the Press 954.
ニュースたまむすび。こんにちは、キャスターの赤江珠緒です。この時間はニュースたまむすび、世の中のニュースをビッグな視点でバランスよく取り上げるコーナーです。はい、さて2018年も残りもう20日ほどとなっておりますが、赤坂のお膝元、老舗の和菓子屋店虎屋では、来年の干支イノシシをモチーフにした風呂敷を売り出しているそうです。大吉先生、イノシシ、年男でいらっしゃいますか？博多大吉さんはそうみたいですけどね。あれ、こんにちは、幅文和です。また出た、幅さん。あれ、幅さんいますよ。幅さんですか？はい。幅さんは違う、はい、イノシシじゃないんですね。幅は違います、まだまだ若いんで。そうかそうか、そうですね。はい、まあ、幅がなぜまだいるのかね、またお知らせがあると思いますので。わかりました。はい、はいはい、じゃあこの可愛らしい風呂敷で何を包みたいですか？みんなの夢、そして笑顔を包みたいですよね。お気持ちだけでありがとうございます。はい、お気持ちだけで断られた。はい、では参ります。はい、ニュースたまむすび、まずはこちらのニュースから。あなたは一体どこに貼る？セゴドンがシールになったでごわす。JR 鹿児島中央駅の土産物売り場で配られている鹿児島郷土偉人シールの第3弾が登場し話題となっています。およそ30年前に一世を風靡したビックリマンチョコありましたね。そのおまけシールを彷彿とさせるデザインということで、ビックリマンチョコ風な写真、シールですね。人気を集めているシリーズで、明治維新の時代に活躍した人物が描かれているということです。はい、駅構内の土産横丁で2000円以上の商品を買ったり、飲食店街のグルメ横丁で1000円以上の食事をしたりすると、箱から袋に入った1枚が引けるという仕組みになっておりますね。11月中旬に始まった第3弾が、西郷隆盛の3番目の妻、伊藤さん、長男の菊次郎、勝海舟、薩摩藩家老の桂久武のほか、西郷大久保利通、木戸孝允が揃った維新の三傑、藩主の島津斉彬を偲ぶ瀬戸丼の6種類があるということ、だ維新の三傑と瀬戸丼がキラっていうやつね。あのビックリマンシールでいうとキラキラしてる。あ、そうそうそう、なんていうんだっけ、キラであった、あ、後ろがキラキラしてるバッグがね。そうですそうです。なるほど、なんですよ、これね。ちょっとあの勝海舟が、花丸さんに似てませんか？勝海舟が花丸さんに似ていませんか？はい、うん、あー、なるほどね。でも花丸さん、西郷さんにも似てますし。そうですね、結局似てるんですよ。結局似てますね、なんかね。目を大きくすればもうこっちのもんですから、この場合西郷さんよりどっちかというとこの勝海舟のシールに、透明見たら花丸さんかと思う感じでしたけどね。なるほど。偉人シール、残念ながら担当者の方今回が最後になる予定と。大人にも子供にも喜ばれているので話題作りに手にしてほしいと話しているそうです。本家のビックリマンチョコは吉本芸人さんとコラボも以前されたことがあったと。そうそう、昔ねやってたんですよ。でいろんな芸人さんがね、知るんだったけど、僕ら確かねこの時ね、違うメーカーさんの CM やってたのかな。だから入らなかったって聞いたことはありますけどね。そうですか、そうか、だからないんだ、花大さんのビックリマン風シールは。そうかそうか。ただあの先週の筋肉マンの話題じゃないけど、ビックリマンシールもやっぱ僕世代じゃないですよね。赤井さんそう？いや、私の弟世代ですね。だちょっと下、40ぐらい、今の年齢で言うと。だから僕らはビックリマンシールの前のビックリマンなんですよ。ただただドッキリさせるシールだ。そんなんあったんですか？そうそう。僕ら世代、今年48っていう、イノシシ年世代は大体、ビックリマンといえばそっちを思い出すんですね。ビックリマン、例えばあの、もうリアルな写真のコンセントのシール。を壁に貼って、ここにコンセントが。ああ、面白いじゃないですか。あ、ない。びっくり。あ、なるほど。っていうびっくりマン。あ、それいいんですね。うん。血のりとかね。なんか虫とか。そういうのが入ってるよ。そういうのが入ってるのは僕らの時代のびっくりマンは。おお。で、自分がちょっと大きくなって、急にびっくりマンが流行ったから、どういうドッキリが次あるのかなと思って見たら、ただ可愛いし。可愛い、なんか、神様なのか悪魔なのかよくわからない感じだったから、もう全然ついていけなかった。ああ、そういう時代もあったんですね。ただ、ね、このセゴドンのやつってなんか懐かしくないですか？いや、昔ね、なんか京都とかさ、そういうところのお土産屋ってファンシーだったじゃないですか。はい。まあ、あのこういうのじゃないけど、例えばゴンギツネのなんとかとかさ、
そうですね、キーホルダーとかね。そう、なんか京都ならお坊さんがなんか丸っこくなんかさ、あ、ファンシーショップのやつでしょ。そうそう、うん、いやそれまたファンシーショップグッズに関しては、うん、大木先生と話し合わなければいけないなと思ってたんですよ、ずっと。あれ、はい、なぜそんな話を。いやだって先生からもらいましたもん、うん、ファンシーグッズの本、うん、でやりましたよ、赤井さん好きだろうなと思って、はい、まあやってから、はい、その時はありがとうございます嬉しいなって言ってくれて、はいはい、それ以降何の感想もなん読書カード1枚もないから、いやいや、あ、多分もう読んでないんだなと思って。いやいやいや、ちゃんとあの眺めて見て、いろいろこれ話し合わなければならないと思ってて、ありますよ、うん、ありましたね、お土産屋さんに ね懐かしい、なんかやたらとローマ字で日本語が書いてあるね。そう、うん、ああいうのは好きだな僕、うん、ああいうの作ろうよ玉結びさんでも。そうですか、ね、あれ阿部子プロデューサーが睨んでる、はい、こんな話やめようでは今日のニュース玉結びここまでです、うん、この後は宮崎瑠衣さんと皆川玲奈アナウンサーのドライバーズリクエスト。全日本トラック協会プレゼンツドライバーズリクエスト。こんにちは、宮崎瑠衣です。こんにちは、皆川玲奈です。この時間はドライバーの皆さんからのリクエストやドライブに役立つ情報をお届けしながら快適で安全な運転を応援します。全日本トラック協会プレゼンツドライバーズリクエスト。この番組は緑ナンバーの全日本トラック協会の提供でお送りします。今週はラーメン自慢の道の駅。今日ご紹介するのは白いスープのラーメンが食べられる道の駅、はい、富山県小矢部市国道8号線沿いにある道の駅メルヘン小矢部です。メルヘンって可愛いですね。道の駅メルヘン小矢部は西洋風のとんがり屋根の公民館など地元でメルヘン建築と呼ばれる建物が並ぶ町にある休憩施設ということなんですね。富山県と石川県の県境にあるためトラックドライバーさんの利用も多く、うん、コインシャワーや無料の足湯も設置されている便利な道の駅です。それは助かりますね、うん、そんな道の駅自慢のラーメンは小矢部ホワイトラーメン、うん、小矢部市のご当地ラーメンで道の駅を含め3カ所で提供されています、うん。小矢部ホワイトラーメンの定義は白い豚骨スープに市内で加工された肉味噌をトッピングし、はい、小矢部さんの具材を使用すること。ほうほう。道の駅では小矢部さん地鶏の卵を煮卵としてトッピング。美味しそうだな、うんうん、濃厚な豚骨スープが太い縮れ麺によく絡む人気のラーメンです、うん、でね、最初はそのスープをそのままの味わいでね、はいはい、いただいて、後で肉味噌を混ぜると、ああ、なるほど。味が変化するっていう。ちょっと変わるんだ。こういうのいいよね。多分私好きな味だな。こう、一杯の中で二度楽しめるっていう。いいですね。そしてデザートのおすすめは、はい、カルボナーラソフト。何ですか、それは。カップの中に、サクサクのマカロニポン菓子を入れて、はい、ソフトクリームを乗せるでしょ、うんうん、で、クリームの横に温泉卵をトッピング。え？上から粉チーズを振りかけて、温泉卵を混ぜて食べれば、あら不思議、はい、カルボナーラ風味のソフトクリームになってしまうと。でもさ、なるよね。まあ、確かにそうですけど。なるよ、なる。だからこう今聞いて、ね。いやいやいや、ソフトクリームに温泉卵って。え、まあ、そこですよね。でもさ、美味しいと思う。カルボナーラ作る時の材料と。いや、そうなんで、分かってはいるんだけど、分かってはいるんだけど。いや、そうですよ。ちょっと食べてみたい いな。人気のお土産は小矢部さん地鶏の卵をたっぷり使ったしっとり食感のバームクーヘン。ああ。グルルパウム。おお、かわいい。これいいね、うんうん。卵大事ですからね。そう、ね、卵がね、美味しいと美味しいんだよ ね、うん。気になりますね。はい。こ市内で行われるイベントなどでも販売されているんですが、いつでも買えるのは道の駅だけだそうです。あ、なるほど。今日は富山県の道の駅メルヘン小矢部をご紹介しました。ではここで一曲お送りします。たまたま入った道の駅に駄菓子屋さんがあったので子供と一緒に買い物を楽しみました。楽しそう。というラジオネーム京子ちゃんからのリクエスト、高野博士&田島隆雄ウィンターズテイル。TBS ラジオ玉結び。TBS ラジオ赤い玉を玉結び FM905 AM954 で放送中。水曜日は博多大吉先生とのコンビでございます。お願いします。今日のメッセージテーマ、うん、私のお弁当ストーリーになっていますけれども、はい、千葉市ロブマチャコさん39歳女性の方からいただきました。ありがとうございます。
たまちゃん、シンフォニーホールの残響はたまたまではありませんよ、うん、きちんと2秒残るように綿密に計画されて作られています。かっこ本も出ています。だって ABC の先輩がそういう風に私にあれは嘘だったのか、ね、いや嘘というかね、はい、まあまあ冗談でしょうね。真に受けた方が悪いのかしら。シンフォニー事業部っていう部がありまして、うんうんうん、そこの人たちが教えてくれたんですけど、まあでもね、そうやって見事に計算できるってすごいよね、うん、だってお客さん入れた状態と入れてない状態、はい、お客さんが7割の入りの時と満席と違う、全然違うからね。あとそのね、木の、うん、あの材質とか、うん、そういうのもあるので、うん、でまあみんなもちろんそこに近づけようとするんだけど、うん、ここまで完璧にできたのは奇跡的っていう意味合いだったかもしれません、うんうん、はい、かもしれませんね。私だいぶそのフォロー入れてますから、もう、はい、大丈夫ですよ、はい、さてお弁当、うん、ついさっき崎陽軒のシウマイ弁当を食べました。はい、シウマイ弁当を SNS にアップして、うん、飯テロを仕掛けました。うん、冷えても美味しいシューマイ弁当大好きです、うんうん、特に端っこにあるタケノコのやつ、あれね、ありますね、うん、あれ東京駅にある崎陽軒のイートインできる店舗でおつまみとして出てくるんですよ、うん、と。そうなんですよ、うん、あそこはね、東京駅の中はね、そのタケノコとか、うんうんうん、あの横のなんかよくわからない煮魚みたいなあるでしょ、はい、硬い、はい、うんうん、ただめちゃめちゃうまい、うん、僕と花丸の間では謎の魚って言うんですけどまあ正解はマグロやったかな、確か裏見たら、うん、あれのもなんかビールとかと一緒に、あ、そうですか、一品料理としてね出してくれるんですよ、東京駅だけは。うん、ちなみにあのあれですよ、東京の東京で買う崎陽軒の弁当ってフィルムで貼ってあるんですよ、うん、横浜は 本場本家だから、うん、横浜の崎陽軒の弁当は紐で結んだんですよ、うん、これが違いです。あ、それが違いですか。はい、へ、すごいでしょ私、はい、いいですね。いろんなテレビ番組見てますから仕入れてますね。はい、崎陽軒についてるあのタレのね、うん、入れ物が可愛いですよね、うん、タレの入れ物、あのお醤油、お醤油差し、うんうんうん、陶器のやつ、ちっちゃいやつ、うん、陶器のやつ、陶器のやつありますよ。あ、でもそれもあれかな、うん、なんだろう、ひょうたんみたいなんで顔が描いてあるやつ、うん、あ、僕もほとんどフィルム版だからかな、わかんないけど、うん、ほとんどスポイドみたいなやつ。そうですか、うん、陶器のやつ集めてね、お弁当の容器なんかもね、捨てるに捨てられないやつとかあるもんね、うん、いいやつありますもんね、うん、釜飯とかね、釜飯もね、あれどうするかっていう問題でね、うん、なんかあのセメント入れて、はい、重りにしてテントとかの重しとして使うのはどうかっていう案が、案が出されてましたよ、うん、否決されたテレビで見ましたけどいやいやいや、否決です、されてましたよ、それは本当ですからね、うんうん、楽しみですね。お弁当ストーリーお待ちしています。時刻は2時になりました。 TBS ラジオ赤江玉音玉結び、ここからは日替わりのコーナー、水曜日はこちらです。ザ・ヒストリー、私の何かの履歴書。さあ、リスナーの皆さんの何かに関する履歴書を発表しておりますが、今週はお風呂の履歴書でございます、はい、寒くなるとお風呂が恋しいですよね、はい、皆さん湯船には使ってますか。使ってます。なるほど、うん、どうぞお疲れください使ってませんか。たまにだけですね、もう今日はしんどいっていう時だけ使いますね。あとはもうシャワーです、私は、うんうんうん、ただ適度な入浴もしくはシャワー、こういったものは皮膚の清潔を保つために必要とされております。はい、で俯瞰温度という、うん、これ熱くも冷たくも感じない、うん、俯瞰温度っていうのがありまして、これ温度36度ぐらいだそうですね、うん、まあ、お風呂だとだいぶぬるいと思うんですけど、うん、温度36度ぐらいが体の負担が少なくていいらしいです。ちょっと低いですね。いや、だいぶ低い。湯冷めしますよね。ねえ、ね、うん。ただ、年齢を重ねるとですね、人間って暑さに鈍くなるんですって。うん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 、だから、ほんとね、うん、銭湯とか行くと、おじいちゃん、うんうん、まあ僕はおじいちゃんしか知らんけど、うん、暑いとか入ってるもんね。ありますよ。暑い銭湯ってありますよ。うん、44度とかね。40、うん。だから、年取ると42度以上好む傾向にあるんですって。ああ。岡井さん今何度ぐらいよ。もう、私も結構暑いとパシッて入れますからね。40? 皮膚がね、うん、47ぐらいまでいけない。7はダメ。7はダメ。あ、そうですか。うん。私がもう氷持って駆けつけます。わかりました。ドボン入れますよ、氷を。さあ、ということで、お風呂に関する豆知識を赤江玉緒さん、そしてリスナーの皆さんに授けましょう。その1、日本人はお風呂入浴が大好きでございます、うん、ルーツは6世紀に伝わった仏教の沐浴です。
仏に仕えるため身を清めるというね、この沐浴でございますけども、奈良の東大寺には大湯屋というですね、鉄の湯船があるそうで、重要文化財に指定されております。その2、世界的にも宗教の儀式としての入浴があります。はい、古代ローマ人は特にお風呂が大好きということで、テルマエロマエというね、あの作品でも有名でございます。はい、蒸し風呂のほか湯に浸かる入浴 もう古代ローマからすでにあったということです。似てますよね、日本にね。その3、そんなお風呂が大衆化したのは江戸時代の銭湯だと言われております。いいですね。朝から夕方まで娯楽とコミュニケーションの場とされておりました。蒸し風呂、はい、いわゆるサウナも当時からありまして、湯の女と書いて、これ湯菜というね、そういう方が髪の毛を洗ってくれたり、そんなサービスもあったそうです。まだいわゆるヘッドスパですよね、これはね。だからヘッドスパとかサウナとかも、今の OL さんが好きそうなやつはもう、とっくの昔に、江戸時代からあった。はあ、あの江戸時代の銭湯のね、はい、あの文化みたいな、ちょっと私もね、調べたことがありますけどね。調べましたか。はい、どうでした、あのちょっと冷えてる体で入るときにね、浴槽に事前に入ってる人に当たっちゃったりすると、当時暗かったんで、あ、なるほど、よくないんでね、冷えもんが参りますとか言って言って入るのがマナーだったり。なるほど、はい、そっか、当時は暗いんだ、元気ないもんね。でこう脱毛の処理も、女性じゃなくて男性の方が必要だったんです、当時は。おお、なぜでしょうか。やっぱふんどしだから。はあ、なるほど。女性も別にそんなに気にしなくてよかった。まあ隠れますからね、着物でね。だから男性の方がハマグリですり合わせて、カットしてたらしいですよ。だから剃るというよりもなんかちぎってるみたいな。そういうことでしょう。へえ、やってみよう、やってみようじゃない。やらないですよ。はい、ね、さあ、ではお風呂の遍歴、履歴書を紹介してまいりましょう。はい、玉尾さんお願いします。こちらですね、茨城県笠間市は49歳女性、ラジオネームバスコダガマさんからいただきました。ありがとうございます。小三まではトトロのおばあちゃんのうちのようなわらぶきの家に住む、お風呂はすぐ横の別棟にあり、薪で沸かす五右衛門風呂、雪の日などは雪をすくっては湯船で溶かし、お湯をぬるくして叱られる。その後新築に建て直すもやはり薪で沸かす五右衛門風呂、たまに沸かしたてにおばあちゃんと一緒に入ると熱湯風呂かと思うほどの暑さで、一瞬にして足がツートンカラーになると。わあ、すごい野趣あふれる感じですね。18歳初めての一人暮らし、初のユニットバスにワクワクするもあまりの狭さにちょっと引く、しかもシャワーカーテンが、カビだらけでドン引く。現在の旦那さんと同棲中の時、風呂はなく銭湯が良い。初めはなんとなく恥ずかしかったものの、次第に慣れて銭湯が好きになる。結婚して最初のアパートは浴室に風呂釜があるタイプ。時間を見計らって止めないととんでもなく熱くなり、試しにと作ったら温泉卵ができた。たぎりましたね。すごいですね。一方、実家は両親が兄の結婚を機に隠居を建て、風呂が五右衛門風呂からジャグジー付きのバスタブにランクアップ。おー、すごい進化。最初は気に入って使っていたようだが、次第に飽きてきて、追い炊き機能がついていないとか、入浴剤が入れられないと不満を漏らし、今はただの足の伸ばせる風呂になっているらしい。もうジャグジー使わなくなったんだね。現在は適温がスイッチ一つで入れられる風呂になり、便利ではあるけれど、不便を楽しんでいた子供の頃も懐かしいなと思うこの頃です。確かにね、今なんか五右衛門風呂に入ること自体がすごく贅沢な感じですもんね。あの薪で沸かしたお湯は、本当にこう通の人だと違うって言いますもんね。湯あたりが柔らかいとか言って。なるほど。あんまよく知らないですけど。いや、確かに昔子供の頃はそうでしたね。自動調節じゃなかったから、お風呂止めに行かない感じだった。そうだ。ちょうどなんかテレビが面白い時さ、誰が風呂止めに行くかとか。タイマーとかしててね、じーとか言ったら、あ、止めに行って誰、止めに行ってみたいな。だって入れるとこから誰かが行かなきゃいけなかった。そうです。うちは。蛇口回してね。でね、見に行って。そうだ。行って全然溜まってなくて、タタタって戻ってテレビ見よって。ああ、そうですね。誰か出しっぱなしにとんとあって。よ、怒られました。ありましたね、そうですね。便利になったよね。さあ、こちら行きましょう。ラジオネーム、サイアンさん、福岡県ゆかし。はい、ね。福岡の方、昭和45年生まれということで、私と同世代ですね。そうです。同い年です。ありがとうございます。福岡の海と山しかない田舎で生まれると。生まれる2年前に実家が火事で全焼し、急遽建築したためかなり質素。
うん、特にお風呂はボロボロで床はコンクリートむき出しの土間に、屋根と壁は金属のトタンで囲った旧造品、お石炭釜で湯を沸かし、石炭釜、トタン囲いの壁からは雨や雪などが時々降り込み、はい、かやむかでカエルなどがこんばんはと訪ねてくる状況でした。半露天みたいな感じですね、うん、石炭釜ってあるよね、うん、6歳の頃石炭釜の湯沸かし担当の姉が重労働だと抗議したことによりそりゃそうよね、そうなんでしょうね、姉の抗議が実り、灯油式のボイラーを増設、タイマー一つで湯沸かしが可能となる。おーおー、ただしかやむかでがこんばんはおじょうすという状況は相変わらず、うん、この当時ドラえもんのテレビ放送が始まり、しずかちゃんのシャワーシーンを見るたびに憧れる。わかるなぁ、同い年だから、うん、確かに昔はシャワーなんてね、外国にしかないと言われてたもんアメリカにしかね、あんなものはって言われてたね、13歳の頃家を増築、はい、新しい風呂場は浴槽がステンレス、うん、壁はタイル張り、うん、かやむかでのこんばんはこんにちはおはようございますがなくなるが、うん、シャワーもないと。で22歳北九州市内の会社に就職し独身寮へ、うん、寮の大浴場の温水シャワーに感激するも、うん、3人同時にシャワーを使用すると水シャワーになるあったねこれ、溜めてある形のやつかな、お湯とかなんやろね、給湯器みたいな、なんかあったねそれね、うん、寮の先輩から給湯器も更新できない、これが我が社の財政状況だと、うん、納得する説明を受けると、うん、で33歳結婚して寮を出て賃貸マンションへ引っ越す、うん、初めてのユニットバスの狭さに戸惑いながらも都会暮らしを実感。で38歳子供が生まれたことを機に新築のアパートへ引っ越す、ワンセグテレビ付きのユニットバスにボタン一つで浴槽に給湯される最新設備に感激、うん、ようやく平成の風呂場になったことに満足する43歳田舎の実家近くに一戸建てを新築、うん、翔さんの息子と毎日一緒に入浴し幸せを感じるバスタイムとなっています。あらいいですね、ねえのし上がったね、うん、石炭釜から、うん、今ねもうボタン一つですよいやでも同い年の方だからわかるな、これ全部ユニットバス、うん、さっきの方もそうでしたけど、うん、ユニットバスってねなんか慣れなかったですよね最初。確かにトイレとお風呂が一緒の空間にあるのがちょっと僕はすごく、あそうですね、一人暮らし始めた時って、うん、そうそうそう、やっぱそれはいくらうちが貧乏でも風呂とトイレは別やったから、うん、うん、やっぱりねあれこれが海外風だって言われてもね、うん、慣れなかったですね。そうであのカーテンもね、うん、どんだけカーテンを、カーテン内側に入れなきゃいけないっていうことを覚えたのが結構だから物心ついてからですよ。僕も後ですね、はい、うん、なんでこんなビチャビチャなんの、うん、で結局カーテンは中に入れるんだと、うん、湯船の中に、うんうん、まあまあまあ理屈はそもそもこのカーテンは綺麗なのかみたいなとこから始めないといけないっていうね、ねそこでしたもん ねだからそう考えたらまあお風呂もねユニットバスの話なんでトイレも大変わりしたよね、うん、今だってねシャワー付きの便座じゃないともう無理なもん、あ僕みたいなもんが、うん、うん、そうですね、うん、いやそうですよ、いや本当進化したというかね、うんうん、私もだって子供の頃自分家じゃなかったですよ、はい、その組取り式の親戚のトイレにはまりかけて、うんうん、九死に一生得たことありますもんね。どのくらいはまったんですかその時は。だからねあのまだちっちゃかった時5歳になるかならないぐらいの頃に、うん、一歩でまたぐなって言われてたのに、はいはいはい、一歩でポッとまたいだんですよ、うんうん、じゃあズルンって片方の足が滑って、うんうん、両脇でバーって止まって、良かったですね。これもうちょっとなんか勢いついてて頭からこう行くパターンもあるじゃない、笑い話じゃなくて。でも本当あれ危険なこと、ね、事故だからね。昨今の若い方はピンとこんかもしれんけど、はい、よそう考えたら昔の家って危険がいっぱいですよね。いっぱいだったですね、本当に。怖いですね、うんうん。そういった意味では感謝ですね、現代社会。はい、うん、北海道ラジオネーム団子さん、30歳女性の方からいただきました。ありがとうございます。小学生、温度設定ができない。お湯と水で、湯温を調節するお風呂、はいはいはい、毎日一番風呂のおばあちゃんが洗面器を持ち、うん、お風呂をかき混ぜながら湯加減を調節、うん、シャワーはあったが温度設定ができないので途中で熱湯に変わったり、うん、冷水に変わりその度に怒ったり泣いたりする、うん、小学校6年生いとこの家が新築しお風呂にジャグジーがついていて、うん、泡風呂の元を入れてジャグジーボタンを押すと見事な泡風呂に、うん、週末になるたびに泊まりに行くが、うん、いとこが何もないお風呂の隅を指さして、あのおばあさんいつもお風呂にいるんだよ、
何にも言わないでずっとこっち見てるのと怖いことを言ったので、それ以来行かなくなる。怖すぎるやろそれ。いとこのね、いとこのブラックユーモアやったかもしれないけど、もう怖すぎるでしょ。なんだこれ。そうですね、うん、中学生、うちのお風呂もリフォームし、綺麗なユニットバスに、うん、温度設定が簡単にできることに感動、うん、19歳結婚後、義母の知人から空き家を月2万円で借りることに。ほう。古い一軒家で広さもちょうどよく、お互いの会社にも近い、うん、何しろ月2万円で一軒家という点に惹かれ借りることにしたが、うん、お風呂が古いタイル張りで浴槽がステンレス製、うん、数年空き家だったためにかなり汚れが目立ち、うん、掃除してもなかなか入る気になれず、シャワーのみ、うんうん、頭をも洗っている時もぞもぞする感じがあり、目を開けると、うん、足元に大きなコオロギ、うわ、それが致命的となり、二度とお風呂の出入りをしない、うん、ホテル勤務だったためこっそり大浴場に入って帰ったり、近所の公衆浴場に通うと、うん、21歳長男出産後、夫の実家に引っ越し、リフォームしたてだったので、とても綺麗で、湯量設定で自動でお湯が止まるし、追い炊きができるし、うん、足を伸ばして入れるので快適、うん、何しろ虫が出ないと、うん、27歳ボイラーが壊れ、仕方なく5歳3歳1歳の3兄弟を連れて近所の銭湯へ、うん、バンダイのおばさんに、あなた一人で3人入れれるの、他のお客さんもいるからさ、わかるでしょと、すごく感じの悪い対応。案の定常に視線が痛すぎて、すぐ帰る、うん、もう二度と行かないし、絶対にあのおばさんは許さない。30歳、現在子供たちも3兄弟でお風呂に入れるようになったので、うん、少しゆっくり入れるようになり、成長が嬉しく、時々こっそりお酒を持ち込んで最高な一人時間を過ごし、現在に至る。なるほど。あ、うん、そうですか、うん、まあ、小さいお子さん3人連れてね、うん、初めてのお客さんやったら大丈夫って、それはね、言うかもしれないですけど、まあ、その言い方もあるよね。ね、そう言い方があるよね。ちょっと、うん、なんとかさん、ちょっと。頼んでとかね。そうそう、誰かちょっと、うん、あなたほら、ね、常連さんがいるからね。うん、そういう感じにしてくれたらいいんですよね。うん、まあまあまあ、いろいろありますわね。うん、うん、そうですか。うん。いいですか。でもこのいとこのこの嘘は何、うん、嘘っていや、だからそれは分かんないですよ。嘘なのか、本当なのか。あのおばあさん、いつもお風呂にいるんだよ。うん、ずっとこっち見てるの。まあね、うん、大浴場やったらね、まだ信用できるけどな、うん、普通の家のお風呂にずっとおるかね、自分が霊になったとして。確かにね、僕ならいないな、うん、寂しいから。たまにしか人来てこないから、絶対今にいますよ、うん、僕なら、ね、まあそうですね、うん、ほんとのぼせるしね。じゃあこちら行きますよ、うん、ラジオネーム青、これでいいのね、うん、青木はじめさん、大分県大分市の56歳男性のことです。ありがとうございます、はい。生後間もなく20歳で実家を出るまで、別府市の実家にお風呂はなく、家から20歩というごくごく近所の町内の温泉組合で運営している共同浴場、うん、当時で1ヶ月800円の料金を払えば1日何回でも入浴 OK、うん、しかも年中無休という、そういう共同浴場で入浴、20歳までいいですね、この浴場も温泉で5キロほど離れた源泉から引頭管で供給。うわー、それ憧れるわ、うん、浴場は先週大吉さんがおっしゃられていたような中央に直径4メートル深さ70センチほどの円形の、浴槽、結構深めのね、左右の壁に水道の蛇口が1箇所ずつあるだけ、うん、銭湯で見られるようなお湯と水がセットになった蛇口やシャワーはなし、うん、浴槽の周囲に座り、浴槽のお湯を汲み出しながら、いろいろね、洗顔、洗体、洗髪を行います。あ、浴槽のお湯を汲み出して？はい。慣れない人には相当の抵抗がある上、うん、他人様の入ったお湯で、それなりに汚れているわけですが、うん、長年その湯で体を洗ったりすることで、雑菌には強い体になったような気がします。うん、まあ、なるでしょう。うん、実家を出てから現在、はい、賃貸住宅では浴槽にお湯を溜めることなく、真冬でもシャワーで入浴のみ、うん、スーパー銭湯なども気にはなるが、はい、1回あたり数百円から千数百円を払うことに抵抗があり、そうか、この利用することはなく現在に至ると、うん、あ、出だしがね、湯量がたっぷりあるところで、うん、まあ別府からやったら ね、 なんで1回で下手したら2センチ近く行くところもありますからね、うん、まあそんだけいい施設なんでしょうけど、いい、うん、でもその、うん、元々の温泉地のところってね、うんうん、本当に公衆浴場とかがタダで入れるところとかあったりしますもん ね。ただこの方がおっしゃる通り、昔はそうですよね、浴槽からこう桶でお湯取って頭洗ってましたよね、うん、自分家でも、
あ、自分家ではそうでした、うん、だってシャワーもないし、ないよね、一、うん、回一回溜めずに ね原始的ですよね、今思えばね。だから、うん、お湯が最後の方減っていって、うん、もうそうそうそう、うんうん、最後の方に入る。大家族だと足首だけみたいな、うんねえ。だなんで頭洗う、ね、流すことが分かってるのにね、うん、入浴剤とか入れてましたよね。入れてましたね。うん。あ、やっぱドリフ見てたから、うん、ドリフでみんなほら、お風呂のシーンって必ずね、緑になってたから。あ、緑でしたね。うん。だから姉ちゃんと僕で絶対入れてとか言って、うん。うん、親がなんか嫌そうな顔して入れてたのを今は思い出しました。あ、うん、今みたいにほら、まあ今も売ってるけど、なんでしょう。小分けしてるんじゃなくて、うん、もう缶で買ってきてるから。缶でね、そうでしたね。そう。一杯でいいっていうのに、俺が入れたら、じゃあ姉ちゃんも入れる。確かに確かに。姉ちゃんが入れたら、ずい姉ちゃんだけ入れて、うん、俺も入れるっつって。すりきり一杯だっつってんのに、みたいな。こんもり入れたりしてね。ね。あの匂いはもうほんと懐かしの匂いかもしれないですね。こちら、埼玉県所沢市は、41歳女性、マロンさんからいただきました。ありがとうございます。乳幼児期すごい遡りました、うん、記憶にはないが写真を見る限り私のお風呂は金だらい、うん、湯船には父が浸かり、うん、洗い場に置いた金だらいに私が浸かる変な写真がたくさん残っているあ、昔はそうだったんじゃないの、僕らもそうでしょう多分、うんうん、3歳母の実家に引っ越し、父はいわゆるマスオさん状態、うん、当時は上下水道が整っておらず、自宅にお風呂があるうちは珍しい地域、うん、ほとんどの家庭が銭湯へ通う中、うん、祖父母が孫のために風呂を作ると張り切って手作りで離れのお風呂場を建築、手作りでと言っても立派なものではなく、うん、ブロック塀とトタン屋根の簡単なもの、うん、作れるところはすごい、すごいね、うん、小学校時代、上下水道が整っていないので、うん、井戸水頼りの我が家、うん、冬になり井戸水が減ってくると、調理用の水を残すためにお風呂は禁止になり銭湯へ、徐々に地域に上下水道が整備され、うん、高学年になる頃には近所の銭湯が閉館、うん、我が家は山奥にあったので上下水道の整備から取り残されていたため、うん、もう何回も上下水道って言葉が出ますね車で10分ほどのところへ家族で通った冬の日々でした、うん、中学校3年生、超大型台風の直撃を受け、うん、離れのお風呂場の屋根が吹っ飛ぶ。あら。自宅そのものも大きな被害を受けていたので、お風呂場の修理は後回し。うん、山奥だったので、周辺に家はないし、うん、位置的に覗けるような状況ではなかったので、露天風呂だーと家族みんなでポジティブシンキング。うん。専門学校時代、一人暮らし、ユニットバスのあるアパートへ引っ越し、うん、夏の虫、冬の雪、寒さ、隙間風、うん、時々蛇の侵入があったお風呂を経験していたので、うん、あまりの快適さに驚く、うん、井戸水の残りを気にせずお湯を使える幸せ、うん、シャワーというとっても便利なものを使える喜びをかみしめる、うん、20代前半、母が高い、うん、団地を借りて父と二人暮らしを開始、うん、専門学校時代に私が感じた幸せと喜びを父も噛みしめたらしい、うん、現在結婚して十数年後に一戸建てを購入し、浴室暖房や浴室乾燥、うん、すぐに乾く床、うん、保温機能、曇らない鏡など至れり尽くせりの設備に感激、うん、カナダライから始まった私のお風呂遍歴は現在最高潮にあると思います。ね、進化したよね、本当に、本当ですね、うん、でもすごいバリエーションのお風呂を経験されましたね、うん、だこの先もあるんでしょうね、きっとね。まだ前言いましたっけ、僕ね、はい、ドラえもんのコミックスでね、はい、なんかのび太のお父さんがね、のび太くんと一緒に街歩いてて、はい、昔はこの辺りは綺麗な小川でねみたいな、そういうシーンがあったんですよ、うんうん、で今じゃ変わったなみたいなことを読んだ時に、はい、その当時ね、子供の頃の僕は最先端だと思ってたから、はい、今の状況がね、うんうん、僕が例えば大人になって、うん、その子供とかにね、うん、そのこんなことを言う時は来るのかな、あ、いや俺来ないんじゃないかな、うん、これ以上変わらないんじゃないかとって思ってましたよ、あの頃は、うん、なるほど、もう言いたいこと山ほどあるわ変わったよって変わりました ねで多分今の子お子さんとか、うん、若い方思ってるはずだから、もうこれがもう最終形態だと思ってることが、うん、実はまだまだまだ追い出しな、懐かしい追い抱きとか、いう時代が来るんじゃないの、うん、いつか、あ、そっか、うん、風呂
風呂入ってたのとか。スプレーじゃんみたいな。そう、そんな時代じゃない多分。風呂スプレーでなんとかならないのみたいな。わからない、わかんないけどね。でもそうですね。そういう風にやっぱね、進歩していくんですよ、本当にね。まあいろいろありましたけど、ね、あ、もう時間が来ましたか。はい。いつぐらいからさ、関係ないけど、はい、石鹸使わなくなりました？ボディーソープ今。ああ。ねえ。お、ああ、でもね、石鹸はね、うん、あの、どっちかというとまた最近顔は石鹸洗う、また戻ってきた？うん、範囲に戻りましたね。ねえ、うん、なんか本当お風呂の話してて思い出しました。なんかシャンプーを異様に欲しくなる時期ってなかったですかね、自分用の。僕で言うと、うん、トニックシャンプーがめっちゃ流行ってて、うん、でトニックシャンプーを親に買ってもらって、うん、でなんかお父さんが使うと聞こえるように舌打ちしたりとか、あ、それ僕のなのにとか。なるほど。あ、それはありましたよ、うん、あのね、うん、やっぱり中学生ぐらいとか小学校の高学年ぐらいになると、うん、あの色のついたね、コロンみたいな、なんかプチプチの香りがついてるシャンプー、フルーツの香りとかね、これ買ってくれとかね、うん、そう言ってましたね。なんかあったよね、うん、だからリンスとドッキングした時のあのシャンリンシャン、うんうん、メリットでしたっけ、リンスとか ね、うん、ああいうのとか、ティモテとかもね、いや、いろいろありましたよ ね、 本当ですね。どこまで進化するんでしょうね。本当ですね、うん、あ、ごめんなさい、ごめんなさい。ゴエモン風呂オカルトの話、虫たちがこんばんは、別府温泉家から20歩で、そして金だらいから、今はという方どうでしょうか。まあオカルト、いとこが、まあ、赤井さんお任せしますよ。そうですね、いやでも私はちょっとあの金だらいから始まった方のマロンさんかな、今お父様もね一緒に楽しんでらっしゃる、はい、マロンさん、今週の MVP でございます。おめでとうございます。では赤井さんにお伺いしましょう。お風呂とは何でしょうか。現実にある極楽、なるほど、はい、ここが極楽、その1ですよね。その1、極楽その1です、ね、極楽その1。私は居酒屋だと思ってる。え、お風呂、うん、あ、極楽が、うん、もしくはベッドです。あ、その2、その2は僕1位ベッドかな。その1極楽はベッド、その2が居酒屋、そうかな、居酒屋。あ、なるほど。寿司屋にしていいですか。極楽いっぱいありますね、世の中考えたら。結構そう考えると僕の中で極楽、お風呂は何番目ぐらいですか。ベスト10には入ってこないかもしれないですね、ひょっとしたら。そうですか。プロレス会場とか、浴槽に使わないからな、大先生。劇場とか玉結びのこのスタジオとか、いろいろそっちの方がまだ僕の中では極楽かもしれないですね。あとはあのお風呂は、あのひとときの重力からの解放っていうのはどうですか。重力からの解放、なるほど。浴槽に使うと、使ってらっしゃるからですよ、私使ってないんで。そうなんです。これ使ってないある人にはあるあるとして通じないということですね。そう、まあ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 、でも極楽の一つであることは間違いないと思いますよ。はい、ただ僕ね、お風呂付きのいかがわしい店あるんでしょ、東京には。お風呂付きのいかがわしい、お風呂付きのカラオケボックスとかあんのよ。そういうとこ、お風呂付きのなんかそういう飲食店がいかがわしいですよ、それは。それは確かに、どういうことなの、個室になってて、その料理とかがあってね、なんか週刊誌とかあるもんね、芸能人がそこで遊んでるって。お風呂付きのカラオケ、いや行った、行ったことないですよ、そんなもん。今度山ちゃん誘って行ってやろうかと。行ってみて、行ってみて、二人で。いや、また3人客さんとか来たらややこしくなるから。以上、ザ・ヒストリー、はい、私の何かの履歴書でした。TBS ラジオ954ではここで番組からのお知らせ、豪華3連発と参りましょう。はい、まずは私の何かの履歴書、来週19日のテーマの発表ですが、こちらはリスナーの皆さんの酔っ払っちゃった遍歴、お待ちしております。はい、忘年会、クリスマス、新年会、お酒を飲む機会増える時期ですけれども、コンプライアンスもありますので、お昼の放送を意識して送ってくださいと。まあね、酔っ払ってね、思っても見なかったこと起きますから。あります、いろいろね。はい、今年もいろいろありましたが、大人になってからにやらかし、集大、笑える範囲でお願いしますということで、泥酔して電話する癖がある、こういう人いますね。おる。なんか酔っ払うと電話してくる人いますね。もう絶対に出ない、その人の電話には。基本私出ませんので、電話は。あ、そうですか。あと、記憶がなくなるとか。まあ、それはあるよね。財布、鍵をなくす。あるある。空港のソファーで爆睡。あるある。そのまま収録に遅刻。後半私ですよ、ね。電話以外私ですよ。
まあまあ、カラオケで知らない曲を歌わせる、うん、それもある。それもだってもうあれですよ、みんなのためを思ってね、いろいろありますね、一つでも知った方がいいでしょ物事はっていう僕の親心です。そうですか、うん、あの滝さんが言ってましたよ。なんて、大吉さんとね、大吉君とカラオケ行ったら、うん、知らないって言ってんのよ、うん、尾崎豊さんの曲ばっかり歌わされてね、リスナーの皆さんも一度は聞いてみたいでしょ、ピエール滝さんの歌う15の夜よくわかんないまま歌うっていうねさあ、そして、はい、続いてですが、ここ大事、うん、来週の何かの履歴書にはスペシャルゲストが来てくださるんです。はい、8月にお越しいただいた際にですね、うん、あれこの人は私赤江と同じジャンルじゃないか、うん、もしかしていじると面白いのでは、うん、などなど誰もが思った俳優で声優の小山力也さん、うん、はい、4ヶ月ぶりに登場。そうなんです、小山さんといえばね、まあ、声優さんとしてはまあいろんな役やられてますけど、はい、やっぱり一番ね僕と身近なのはね、うん、名探偵コナンの、はい、毛利のおっちゃんを今やってますから。そうですよね、毛利のおっちゃん来週来るのに幅文和がいなくなるわけないでしょこれ。そうか、そういうことですよ。そういうことで幅さんがいらっしゃると。そうですよ、はい、でも本当小山さんはあの前回8月にお越しいただいた時には、うん、普通にちゃんとトークして帰ってくださいましたが、うん、なんとなく遍歴がちらほら、はい、いやあの面白い、すんごい面白い方だと思うんですよ。みたいですね、うん、でね、お酒もね僕酔っ払ってなんかいろいろやらかすんだよねみたいなことはおっしゃってたので。みたいです。一部ではですね、うん、凄まじいフリーダムですとか適当回答散らかし芸などなど評判だということで、うん、はい、小山さんもかなりお酒が好きなということですからね、うん、その点のエピソードあるでしょう。はい、いろいろね、根掘り葉掘りちょっと小山さんと楽しくおしゃべりをやらせてもらいましょう、ね、コナン飲み会っていうあのコナンの声優陣の方は皆さん仲が良くて、そうそう、結局まだ一回も行けてないんですけど、ね、でもその皆さんがやっぱその飲み会のキーマンは小山さんだってみんなおっしゃってたんで、小山さんがいるといないではね、この盛り上がり方も変わるみたいなこともおっしゃってたんで、なぜそれをあの8月の時点では、うん、こう出さないように出さないようにと、赤江さんと同じジャンルの人なんですよ逃げ切ろう逃げ切ろうもう次は来週は逃がさないですよ小山先輩は。気をしっかり持っておかなければボロが出るみたいな気だったんですか ね, ね, でもいい方ですよ、すごい優しくて、はい、うん、宛先はたま954@tbs.co.jp、 たま954@tbs.co.jp、 私の何かの履歴書の係でお待ちしております。はい、そして2つ目の告知はこちらです。おこの曲今日はノーティマ結びなのに、うん、来年正月2日水曜日にですね、うん、新春特別企画をお送りいたします。はい、その名も金河新年魅惑のイージーの録音のリスニングスペシャル、うん、ということで当然録音でしょそれはね、はい、録音にさせていただきますが、すいません、まあでも今日もねイージーリスニングを待っていたというファンの方、うん、そうだからお正月ありますから拡大版、ご安心ください、拡大版がございます。うん、喫茶ティマオも緊急開店いたしましょう。うん、大吉さんの大好きなお茶も飲み放題となりますから、はい、うん、エアじゃないね、エアじゃないですよ、やっぱりお正月ですからいろいろとご用意したいと思っておりますよ、うん、はい、で世の飲食店もやはり正月料金になりますので、ティマオの方も若干高くなる、若干ちょっとやっぱりお正月料金、カード使えますよねですね、現金のみ、現金のみでできるようにしたい、先聞いといてよかったですよ、はい、銀行寄ってから来ます、そうですね、寄ってからお願いします。はい、玉結びのイージーリスニングミュージックの定義は歌声、うん、ボーカルがないということで、うん、あなたがイージーと思えばそれがイージーリスニングミュージックですとお伝えしておりますので、うん、ジャズでもクラシックでも映画音楽でもゲーム音楽でも OK でございます。うん、ゲーム音楽いいなね、どんなのがで、パックマンとか、やっぱ正月2日から2日からパックマンとか来たいなそうですか、はい、採用されるかどうか分かりませんが、うん、皆さんのリクエストお待ちしています。早いうちできれば18日までに届くように送っていただきますといろいろ諸事情がございまして、うん、録音だからなんせ録音ですから、非常にこちらとしましては準備もあるからいろいろね、もう CD 借りてきたりしなきゃいけないから申し訳ないですが、うん、はい、エピソードのほか情報、作曲者とか映画の内容とかまで、うん、本当お分かりの方があればぜひそちらも詰め込んでお送りいただけますと、はい、20、30に助かる次第でございます。お願いします。宛先は、たま954@tbs.co.jp、イージーリスニングの係でお待ちしております。うん。あの、お茶の情報もね、あれば送っていただいたら、いやいやあの、それはティマオがやりなさいよ。ね、あの、ティマオが。を仕入れていきますけれどもね。うん、そして最後はこちらです。ライオンからのお知らせです。
来週は月1企画、なるほど納得、ライオン暮らしの知恵袋、はい、ということで、日常生活のこれはどっちというテーマをリスナーの皆さんと考える企画なんですが、うん、12月のどっちテーマは、乾燥によって目が疲れる季節、うん、あなたは目のケアをしている、していない、どっちです。うん、目薬とかねいっぱい刺さなきゃいけない、ね、まあ、僕はコンタクトしてますし、うん、赤井さんもコンタクトですよね、はい、うん、刺してます？目薬はね時々、うん、思いついた時に手元にあると刺したり、うん、あれば刺す、そうですね、なければ深く目をつぶって目薬と見なすみたいな、ね、うん、あ、そうですね、うん、刺さなきゃいけないね、うん、星を見るとかね、星を見る、緑ではなく緑を 見なさいとかもよく言われました ね、うん、あとは虫タオルとかいろいろあるかと思いますが、うん、はい、椅子の皆さんは目のケアされてるんでしょうか、うん、どっちでしょうか。目のケアをしているかどうか理由も添えて、たま954@tbs.co.jp まで送ってください、はい、たくさんのご参加をお待ちしています。以上、玉結びからのお知らせ3連発でした。TBS ラジオ玉結び、 TBS ラジオ954玉結び、TBS ラジオ赤い玉を玉結び FM905AM954 で放送中です。どうしたの？水曜日は博多大吉先生とのコンビでございます。病院行く？大丈夫です。じゃあ私が代わりに読ませていただきますね。赤井さん、じゃあちょっと喉のイガイガの方を取っていただいて、この季節ね、どうしても、まあ、いわゆるエヘン虫っていうんですか、最近の若い子の間では、うん、エヘン虫がね悪さしますんでね、皆さんもお気をつけください。ラジオネームエージェント W さん、男性の方、八王子の方、ありがとうございます。テーマは私のお弁当ストーリーですが、結婚してびっくりしたお弁当ストーリーを3つお教えします、はい、その1、卵焼きが甘い、うん、その2、おかずの戦闘力が弱い、うん、3、作るのが前の晩、これがびっくりしたということで、その1、まあ、卵焼きが甘い件ですが、うん、実家の方の卵焼きは醤油プラスの味の素のしょっぱい味付けの卵焼きだったので、うん、そのつもりで食べた甘い卵焼きにびっくり。あ、そうでしょうね。はい。で、今では、この二人のね、うん、ご夫婦の間を取って、卵焼きは麺つゆ味になっているそうです。おー、中間地点にいるんですね。うんうん、その2、奥さんの作るお弁当のおかずなんですが、うん、戦闘力が低いメンツが多い。戦闘力が低い。はい。彩りがいい。うん。ただ味が薄いということですね。はぁ。だから味濃いめのがっつり系のおかずを、できれば入れてほしいと。うん、その3、作るのが前の晩ということがびっくりですけども、実家では当日の朝にお弁当箱に詰めていたのでびっくり。うん、ナスとか、おい、大丈夫かと思いながら、うん、心配しながら持って行って食べてます、ということで。まあまあね、作っていただけるだけありがたいと思えという話もありますし。冷蔵庫がありますから。そう、大丈夫ですよ。入れてあるのかな。うん。でもね、うちもね、卵焼きはね、はい、関西なんで、ほう、砂糖入れてますよ、実家は。甘いやつ。ちょっと甘くて、砂糖とお塩と両方入れて、うん、甘すぎないけど、うん、程よく、うん、甘じょっぱい感じ。甘じょっぱい。はい。うん、なるほど。吉岡家はどうですか？うちは親父が九州で、お母さんが福島なので、はい、どっちもでしたね。甘い時もありゃしょっぱい時もある。しょっぱい時もありゃ甘い時もある。はあ、人生みたいなもんでね。うん、で、結局、なるほど。結局どうなのって言ったら、はい、まあ、僕と姉ちゃんの答えは、うん、そんな卵焼き好きじゃない。卵焼きで喜ぶと思うなよ。ああ、そうですか。卵食わせとけばいいなんて子供じゃねえんだっていうことはね。うん、よく言ってましたね、うん、唐揚げの一つでも揚げてよって言いながらね、うん、なるほど、うん、戦闘力の高いおかずって何でしょうね。だ、濃いめのだからソースカツみたいなやつじゃないの。あ、やっぱりそうでしょうね。ちょっとやっぱ、うん、唐揚げなんか戦闘力高い方に入るんでしょうね、うんうん、だからさっきのねニュースのあの久津さんがおっしゃってた、うん、キャベツの千切りなんてもうほんと戦闘力2ですよマックス100のところだとすればもう 2もないよ千切りのキャベツって。いや、美味しいよ。美味しいけど、うんうん、白飯とはどうかなっていう話ありますからね。そうですね。さあ、続いてはどんどん行きましょうか。はい、あ、大丈夫です。はい。あ、復活しましたか？はい。よかった。すいません。ヘムシがこんにちはでございましてね。すいませんね。今、アベコに、はい、今ぶつけましたね。大丈夫です。はい。横浜市は口癖はソイソースさんからいただきました。はい、ありがとうございます。私が中学生ぐらいの時にはすでにお弁当に入れるだけで、うん、お昼にはちょうど食べ頃になっているという自然解凍の冷食が流行り出していました、はいはい、冷凍食にね、うん、腐らないんだよね、そっちの夏場とかね。自然解凍で埋め尽くされた母の弁当、うん、別にいいんですけど、うん、全然いいんですけど、うん、なぜか少し物悲しかったです、うん、全然いいんですけどね、うん、という、うん、ま
まあまあ、あもう持っていく中で溶けていくって感じ、うん、そうよ。だから保冷剤代わりになるんですって。もうだから多分僕も作ったことないし食べたことないわかんない、うん、例えばね冷凍の唐揚げとかポコンって入れたら、うんうん、お昼ぐらいにはちゃんと解凍されて、うん、そ、そもそもお弁当ってまあ多少冷たいじゃない。確かに冷えてるじゃない。冷たいというか冷えてるから、はい、まあ全然遜色なく、うん、そうか。夏場なんかはそういうのを何個か入れることによって腐らないっていう。あ、そっかそっか、うん、いや私の世代はまだ冷凍食品も ありましたけど、うん、もう家で解凍して、はい、で詰めるって感じだったから、そういうことですね。はー、また進化してるんですね、うんうん、素晴らしいですね。それで埋め尽くす、うん、そうでは、うん、母、うん、まあもうお母さんもね一生懸命詰めてくれたと思いますよ。いいんですけどね、うんうん、いい形に入るようにね、うんうん、よかったよかった、うんうん、だんだんこう収納のようにこう気持ちがね、うん、ここにこのスペースに入る。でもあれね、今キャラ弁とか今も流行ってんのかね、はい、なんか大変よね。あ、お母さんとかねインスタとか上げなきゃいけないでしょ、で赤井さんもいずれ上げなきゃいけないんですよ。タコさんウインナーぐらいはしますよ。タコウインナーなんか戦闘力4ですよ世間一般のお母さんがありますと。あれは結構2000が基準の戦闘力4です。目にゴマつけますけどいやいや3に減りますあ、そうですか。それではここで TBS ラジオ天気予報です。今日は気象予報士の長谷部愛さんです。こんにちは。こんにちは。この後も寒さは続きそうなんですね、うん、すごいね、はい、こんな時あのお弁当のご飯カサカサにカチカチになりません、うん、そうです ね、 ね、なんかあのラップを密着させると少し防げるそうなので、うん、実践してみてください。やっぱり乾燥しやすい何もかもが時期なんですね。あのこの後なんですけれども、うん、関東の北部は晴れ感が強くて、うん、南部は曇り感が強いというようなお天気になりそうです、うん、で気温はまあ10度以上となったところが多いんですけれども、はい、夜になるとまた気温が下がってくるのと、うん、今夜はですね北風が強まる見込みになっているので、うん、結構寒く感じると思います。あらら、はい、で明日は晴れて、まあ、雨が降ることはないんですけれども、うん、北風弱いんですが最高気温が11度から12度くらいと、うん、師走らしい寒さが続きそうです、うん、はい、で今週土曜日まで晴れて厳しい寒さ、日曜日は雨が降るかもしれないですね。あ、はい、そうですか。はい、そうなんです。わかりました。愛ちゃんはお弁当思い出そしとか好きなお弁当ありますか？あの母は結構個性的な人で、うん、手作りなんですけど、うん、ちょっと茶色っぽい感じのお弁当なんで、うん、高菜の高校の時にお弁当箱をパカッと開けたら、うん、上も下も、うん、あの焼きそばがみっちりっていう、うん、2段で2段ともあって、うん、ダブル、そうなんです、うん、スーッと一回蓋を閉めましたで感想聞かれたので、うん、あのちょっと茶色がみたいな話をして、はい、そしたら次回その上下ともミートソーススパゲティに変わっていましたけど、なるほど、そういうなかなか大胆な詰め方ですねあの赤っぽくなったんですけど、そういうことではという感じで、うん、友達 の、まあ、でもね、お母さんも一生懸命ね、作ってくださったんでしょ。毎朝作ってくれたので、うん、感謝感謝なんですけど、ね、はい、立派に育ちました。愛ちゃんです、はい気象予報士の長谷部愛さんでした。 TBS ラジオ954玉結び、玉結び、 TBS ラジオ赤江玉を玉結び FM905 AM954 で放送中です、はい、今日のメッセージテーマは私のお弁当ストーリーでいただいております、うん、杉並区北陸の種馬さんからいただきました。ありがとうございます。先日お弁当を盗まれました。あら、その日の夕飯はお弁当にしようと思い、近くのお弁当屋さんで豪華に幕の内弁当プラス、うん、次の日の分のお惣菜もそこそこの量を買い、うん、自転車のカゴへ、うん、帰りにちょっと本屋へ立ち寄り、立ち読みしてしまったのが間違いでした、うん、自転車に戻るとカゴに入れておいたお弁当がない、周りを見渡してもすでに遅しで、うん、犯人は誰か分からずじまい、うん、結局もう一度弁当屋さんで安いのり弁だけを買って一人寂しく食べました、うん、こんな都会の笹塚という町で弁当盗難事件に遭うとは本当とほほです、うん、ちなみに弁当を盗まれたのは2回目です皆さんも気をつけましょうと。いやっていうか本当申し訳ないけど、よく自転車のカゴに物入れたまんまその場を離れられるよねそうね、絶対持ってっけど、この治安をね、うん、信用されてるね、うん、皆さんも気をつけましょう。 あなたがねっていう北陸の種馬さんそう2回お弁当盗まれたか、ね、この後ね、まあ、3時台はスマホを落としただけなのに
そうですよ、うん、お弁当置いてただけなのにとはこれわけ違うんでねそれは置いてた方が悪いっていう話もありますからね、ちがらいですけれども、ね、はい、持っていきましょう、うん、浦安市はテンピュール真希さん55歳男性の方、はい、ありがとうございます。学生時代の男子の夢の一つは、うんうん、彼女の手作り弁当を食べることだと思いますが、わかりますよ、うん、私のうちでは妹が母親と口喧嘩しながら、うん、彼氏への弁当を作るのを見ていたので、うん、夢もへったくれもありませんでした、うん、その舞台裏も見えてたからね、うん、やっぱりそうですか、憧れました。姉ちゃんも作ってましたよな、好きな男の子のために、うんうんうん、えらい覚えてますね、うん、で食べてくれたんですけど、うん、エビだけ残して帰る、あら、なんか返されたっつって、やっぱりそれは気になりますよね。あのエビフライにするつもりが時間がなくてもゆでエビみたいなの入れてたからなんか食べてくれやったとか言ってショック受けてたけど、いやそらそうやろうと思いながら、あ、そうですか、うん、まあ、まあまあね、作ったことあるでしょ。ありますよ、うん、で学生時代ではないですけどね、うんうん、社会人になってからですけどね、うん、楽しかったでしょそれはね、どういうおかずを入れたんですか、やっぱ男の人が好むようなやつ。もちろんです、もう戦闘力高い系をがっつり入れまして、うんうん、で弁当箱がなかったんで、あのタッパみたいなのにがっつり入れて、いろいろ詰めて最後カレーでもかけて、ちょっと隙間が埋まらんわこれどうしようみたいな、パセリで埋めるべしみたいな感じでしたけど ね、はい、いいですね、うん、やりましたやりました、ね、で大吉もう食べました食べましたもう連日食べましたちょっと待ってください、ね、昨日おとついも食べました、そういえばおとついも彼女の手作り弁当食べましたか。いや今ずっとあのロケ弁のお店をあげつらってましたけどね、大体10から15だね。 TBS ラジオ954玉結び時刻は午後3時になりました。 TBS ラジオ赤江珠緒玉結び、改めましてこんにちは、赤江珠緒です。水曜パートナー博多大吉でございます。水曜日ここからは週替わりのラジオコラムです、はい、毎月2週目はお笑いコンビ米粒社協折島一平さんによるブックレビューコーナー、代読芸人折島一平次でございますよ。待ってました。はい、折島さん毎回話題の一冊を紹介してくれているんですが、うん、今回は映画化された話題のミステリー、うん、先ほどもねちらっと出ましたが、はい、スマホを落としただけなのにというタイトルの小説でございます、うん、どうなるんでしょうね、はい、気になりますね。コマーシャルの後折島一平さん登場です。玉結び TBS ラジオ玉結び。5人の週替わりレギュラーでお送りする TBS ラジオ赤い玉を玉結び、水曜日の3時台、今週の担当は折島一平さんです。こんにちは、よろしくお願いいたします。どうも、流浪の活字中毒者折島でございます。今回もどうぞよろしくお願いします。お願いいたします。年末年始近づいておりますが、はい、折島さんは全く変わらず、まあまあどうせもうライブライブライブでございます。いやなんかお元気そうで、もうヨレヨレの体に鞭打ってね、はい、うん、もうひたすら労働でございますよ。あ、そうですか、はい、もう働き方改革とは無縁でございます。そうです、我々の世界にはありませんよ。いいことでございます、うん、お弁当ストーリーお話ですけどね、うんうん、私は母親がノブシみたいな母親でしたからね、うん、もうメニューひどいですよ、握り飯だけ常に、もう小中、運動会とかなんか全部具もなんもない、うん、塩まぶして海苔ちょっと巻いたぐらいの、うん、なんか増票とか足軽のなんかこう戦に出る増票とか足軽のなんかストロングスタイルですね、腰に巻くような感じの結局、塩結びですからね。そうです、でも運動会とかも、うん、そうですよ、そういう時もだから隣も周りがそのタコウインナーとかね、うん、タコウインナー、リンゴウサギの、うん、ね、うん、このブルジャード豆と思ってましたよ。おにぎり握りしめて、のぶしの息子ですから、のぶしのもうせがれがね、もう唇噛みしめてましたよ。ストロングスタイルだな。いやいや、そんなね、折島さんですが、はい、大吉先生はロケ弁、うん、スタジオ弁当がね、大体今10種類、大体10から12、3種類しかないんですよ、多分いろんな各局行って、で予算によって大体決まってくるから、うん、大体被ってくるね、うん、みたいな話をね、今してましたけどね、あそこが出たら今日は当たりみたいなのがあるでしょうね。そうそうそう、そんなのありますよ、ね、変に豪華な弁当置かれてて、うん、ちょっとプレッシャー感じるみたいな、うん、あれ、お弁当ってのは緊張しながら食べるわけじゃないですよね。
ね、いろいろありますよ。はい。さて、米粒社協の折島一平さんによる代読芸人、はい、折島一平時は、今人気の本、話題の本、売れている本を毎月一冊あなたに代わって折島さんが代読してくれるというコーナー。はい。その本の中身を独自の目線で教えてくれます。折島さん、今月は何でしょうか、はい、早速参りましょう。今回私が読んできた本はこちら。映画化された話題のミステリー、スマホを落としただけなのにでございます。このミスの愛称でね、うん、もうあのミステリーファン以外にも多分浸透してると思いますけども、うん、あの宝島社のこのミステリーがすごいというね、はい、毎年発表されますけども、大賞はですね逃してしまったものの、この作品隠し玉賞を見事受賞。そういう賞があるんですか。隠し玉賞って言われる方が面白そうな気がしますよね、うん、大賞よりもね、ある意味ね、はい。で、ご承知の通り、北川景子さんの主演で映画化もされて大変話題になっている、はい、作品でございますが、著者の志賀明さん、本職は某有楽町、某有楽町って言っちゃいましたけど、うん、方面の、うん、まあ、TBS さんとは、まあ、ライバル関係の某局に勤務の、はい、方だそうでして、48歳の時から小説の執筆を始めて、はい、これが4作目だそうで。小説家、小説も書きながら、ラジオのお仕事も。そうなんですよ。現役でバリバリやりながら、4作目で。頑張んなさいよ、みんなもね。頑張んなさいよ、あんたたちは。そうそう。2足のわらじでも3足のわらじでもね、履けないじゃないですか。で、ミステリーがすごい、このミスで隠し玉賞を受賞されて、うん、まあ、宝島社文庫から税別650円で絶賛発売中という、はい、こちらの作品なんですけどもね、うん、まあ、タイトルが非常に印象的で、うん、まあ、ミステリー、まあ、何しろミステリーですから、うん、これやっちゃいけないのはネタバレですんでね、ほんとこの綱渡りで、うん、もうちょっとそれを避けつつご紹介申し上げていきたいと思うんですけど、はい、まあ、スマホを落としただけでですね、うん、まあ、その人にどんな事態が起こるかっていうことなんですけども、いや、起きるんでしょうね。だから僕はもう怖くて、はい、映画も本も読めないし見られないですね。怖すぎるでしょ。まあ、確かに身近でありがちなことですもんね、はいはいはい、落としたこと私ありますもん。ああ、そうですか、はい、もうご経験が、はい、私もですね、仲間内の芸人にはですね、ちなみにあの免許証を80回以上落としたチャンス大城というのがいるんですけど、東京都で歴代2位だって言ってました、うん、うわ、それは上には上がいるな、ね、くした記録で歴代2位、1位が82歳のご老人だったっていう、何をやってんだって話なんですけど、まあ、いや僕もね、スマホなくした、なくしてはないかな、うん、結局は出てくるけど、はい、タクシーの置き忘れたりとか、はいはいはい、まさにそうです。そういう経験はあるんで、まさに大吉さんおっしゃった通りの、そのもう展開が作品で広がっていくわけですよ、うん、私もなくして届けてもらったことありますよ、はい、ああ、そうですか、はい、ところが届けてもらったら、はい、てんてんてんって話なんですよ。わわわ、何、まあ、早速ですね、あらすじを、はい、ざっとね、ざっくりネタバレにならないようにご説明しつつ、どんなことが起きるか説明してまいりましょう、うん、映画では北川景子さんが演じている主人公の浅見の彼氏がですね、うん、まあ、酔っ払ってうっかりスマホを落としてしまう、うん、彼氏が落とすんだ、はい、彼氏が落とすんですよ、うん、でそれも大吉さんおっしゃった通り、うん、タクシーの中に置き忘れ、うわ、これね、ありがちな経験でね、ありがち、うん、はい、あ、俺もあるよって方、リスナーの方でもいらっしゃると思うんですけど、うん、まあ、でところがそのたまたまスマホを拾ったのが、うん、悪質なクラッカーなわけです。クラッカー、でここでね、クラッカーって、あのクラッカーじゃなくて、うん、ね、クラッカーじゃなくてハッカーじゃないのって、うんうん、こうね、連想された方いらっしゃると思いますけど、はい、ハッカーではなくあくまでクラッカー、これ私もこの本で学んだんですけど、うん、これね、聞き慣れない方多いと思います、はい、共にコンピューター技術に詳しい人なんですけど、うん、良い方にその技術を利用する人のことを本来はハッカーって言うんですって。そうなんですか。そうだから、ハッカーってのはグッドな意味なんですよ。あんなもう悪い感じも全部ハッカーかと思った、みんなそうでしょ、はい、だからそのほら、あのサイバー攻撃するハッカーがとかいう、うんうんうん、あれはね、正確には間違った使い方らしいんですよ、あのね、悪い方に、つまり不正に利用したり、うん、他人のデータ勝手に取得したりする方のことを正しくはクラッカーっていうらしいんです。だからハッカーとクラッカー、コンピューター技術に詳しい人だけども、いい方に利用するのがハッカー、はい、悪い方、邪悪な立場でもうとにかくあの手この手やらかす方がクラッカー、これ覚えておいた方がいいかもしれませんね、うんうんうん、でこの作品ではあくまでクラッカーっていうふうに連呼されてます。はい、はい、マスコミに誤った印象付けで区別がなくなってしまったという、具体的な記述もございますんで、はい、ね、でそのスマホの待ち受け画面、つまり彼氏が落とした画面で、あの、まあ、スマホですから、はい、その待ち受け画面に、まあ、映ってたわけですよ、うん、主人公ハサミの、うん、これが大変な美女と、うん、ね、でこれに近づきたいがために、このスマホを拾ったクラッカーの男がですね、うん、中身のデータを全て
てめえのパソコンに吸い取ってしまう、あららこりゃりゃと、わわわわわ、ね、で吸い取っただけでなく、あらゆる個人情報をそこから今も芋づる式に調べ出すことができるっていうんですね。ほんで、主人公の彼氏に詐欺メールを送りつけて、まあ、お金を奪ったりですね、まあ、ほぼなんか振り込め詐欺のようなね、仲間ね、あるいは友人知人になりすまして、メールや SNS で連絡して徐々に、まあ、信頼関係を壊していく、人間関係を、まあ、その徐々に破壊していくといったようなこと、やがてはですよ、主人公の浅見さんの Facebook を乗っ取り、周りの人間関係を完全破壊するような、例えば写真を投稿しちゃったり、していくっていうね、どんどんエスカレートしていくと、刻一刻とってそういう展開なわけですよ。でその一方で、まあ、非常に艶やかな、長い見事な黒髪で、まあ、低身長の若い女性ばかりが、まあ、身元不明の状態で、遺体の状態で連続して発見されるというその謎の殺人事件が発生してというストーリー、これがどう結びつくかということでね、あら結構最古な展開の怖い話、まあ、設定になってるわけですけど、そんななんか殺人事件みたいなのも絡んでくるのね。そういうことなんです。これは言っていいなら教えてほしいんですけど、はい、結局この落としたスマホは戻ってくるん、はい、戻ってくる、これが怖くないですか。戻ってくるんですよ、そのただ一見その親切誤化してというかね、そのまあまあ間接的な形で、そのじゃあ例えばどこそこのねスターバックスで待ち合わせましょうみたいな感じで落ち合うんですけど、そのクラッカーの男本人、自分本人は姿見せないわけです、はい、そのスターバックスの店員かなんかに間接的に電話で連絡して、店内にこういう髪のこんな感じの人がいたら、スマホ落とした人だから渡してくれみたいな言い方でね、姿見せないで間接的に渡すわけです。だからスマホ行って戻ってくるんだけども、中身はすっかりデータごと完璧に抜き取られてる。そう、私落とした時に、私が入れていた職場の、電話番号にかかってきて、でそこに届けてもらって、職場の人が受け取ってくれたんですよ、はいはいはい、で帰ってきた時には、帰ってきたんですよ、手元に、無事にね、ただそのこう表面上の画面が、あの壁紙が変わっちゃってたんで、あらうわっと思って、これは怖い、抜かれてんじゃないですか。ありまして変えましたけど、それは賢明なご判断だったかもしれませんね。いやだからね、これ落としたじゃなくて、ちょっと席を離したとかね、こういうことも考えられるじゃないですか。まあでもちょっと席を離してる間に吸い取ってて、まあそれで中身を風に吸い取られるとこまでは ね、それはなかなかね、ある程度時間が。でも現場とか怖い、楽屋とか置きっぱなしでさ、ちょっと悪意あるスタッフさんとかがいてさ、パッとほらもう手挙げてんのあるかとか。そうですね、玉結びの間ならもうなんで番組のディレクターさんから手挙げてんすか。いやでも怖いよね。だからスマホは必ずもうね、あのスタジオの中に入れるようにしましたもん。疑ってるわけじゃないよ、君たち疑ってるわけじゃないけど、出入りも多いしね。そうか、劇場なんかもそうですよ。あ、劇場で楽屋に置きっぱなしで舞台とか怖いもん。泥棒ばっかりですよ、うちのディレクター。もう疑り深くなってますね。まずいですよ、それ。大丈夫ですか。今のはまずくない。でも怖くないですか、折島さんも同じ仕事してるから。スマホどうしてます、舞台出るとき。あ、それはもう全然バッグ置いてきますけどね。ただあの バッグに中に完全に入れていくんで、どうでしょう。いやこれ言っていいのかな、結構劇場でね、まあこれはクラッカーじゃないけど、普通にシンプルに盗まれるっていう犯行があって、で調べたらもうそういう清掃で入ってる方だったのね、防犯カメラにガッチリ映ってた。まあ、こういう公共の場所だと出入りがね、いろんな方が入るから分かんないですもんね。だからもう怖いな、この話怖いな。いやもうそういう意味ではものすごいリアルに、このもうありもう可能性としては普通にありうる、はい、状況がまあ設定されてるんですけど、ただですね、その中でどうしてもやっぱり私もスレッカラシですからね、ミステリー好きとしては、どうしても感じてしまう違和感が若干ありまして、それがですね、パスワード設定があまりに不自然っていう、ね、これはまあスマホを解除したり、パソコンのメールやフェイスブックなどの SNS にログインするためのまあパスワードありますよね、でそこのスマホを落とした主人公のまあ彼氏の個人情報を乗っ取ろうとするときに、まあ、ヒロイン主のまあその男、クラッカーがこのパスワード探しに苦労するんですよ、でそのパスワードについてクラッカーの男が警鐘を鳴らしているシーンがあるんですね、そこをちょっと赤井さんからご紹介願いたいと思います。原文からどうぞ。例えば自分の誕生日を銀行のパスワードに設定するのは、泥酔した女性の深夜の一人歩きぐらい危険だ、誕生日以外でも電話番号、住所、車のナンバー、
数字だけで作られたパスワードなど本気で突破しようと思えば簡単だ。そもそも4桁のパスワードなら0000から9999まで順番に1つ1秒で入力すれば1万秒、つまり3時間足らずで突破できてしまう。括弧中略。今でも結構な人たちが123456や ABCDEF という単純なパスワードを使用している。一番最初に Facebook を乗っ取られてしまうのはそんな単純なパスワードを使用している人たちだ。ドキですよ、もう私がまずドキですよ。だってもう銀行の、だって銀行の口座とかね。いやー、わかりますよ、完全にそうですから。言わんで、言わんで、まあ、いやいやいや、あの念のために、ね、昔今は違いますよ、昔は違いますよ、昔は、いや今は違いますけど、ね、昔なんかも単純にもう自分の誕生日とかね、だってもうね、今あの自分が生まれた西暦とか、そうですよね、入れちゃいがちですもん、うん、覚えられないぐらいパスワードいろいろあって。そうですよ、そうなんですよ。でこの作品ではね、うん、そのまあ、主人公の、まあ、そのパスワード、まあ、最終的にだからクラッカーに、まあ、たどり着かれちゃうんですけど、うん、それがね、まあ、これ結末のにもう関わってきちゃうことなんで、うん、これ以上申し上げるとネタバレになっちゃいますから、うん、ね、もう申し上げるわけにいかないんですよ。これから読まれる方の邪魔してはいけないんで、はい、それからこれから例えば映画の方をご覧になられる方の邪魔してはいけないんで、うんうん、何を不自然感じたかっていうと、うん、そのパスワードの設定ですね、うん、もしそのこの作品のこういう結末、ね、の例えば動機の問題だとかに持っていくんだったとしたら、うん、普通このパスワードは選ばないんじゃないのっていうような、うん、まあ、文字の連なりに、うん、私は一読者として見えてしょうがなかったっていうことなんですよ。これ何申し上げたかったかっていうと、うん、これ別のミステリーであえて説明しましょう、はい、これね、あの作家の坂口安吾っていうね、はい、あのダラクロンとか白紙とか、うん、まあ、純文学の世界でね、大変あの、はい、ブライハーの戦後ね、あの、うん、騎手なんて言われた人ですけど、うん、この人大変あのミステリーの傑作も書いた人で、うん、代表作が不連続殺人事件っていうね、うん、あの戦後間もなく発表された作品なんですよ、うん、でこれはね、あのいろんなトリックがぶち込まれてるんです。あのよくクリスティの ABC 殺人事件とかでもね、あの使われた手で、はい、本当に殺したい人物は B なのに、うん、例えば B だけを殺してしまったら、うん、あの当然 B を殺す動機を持ってる自分が疑われてしまう、うん、それは当たり前だと、うん、だから B を殺したあの本当は殺したいのは B だけなのに、うん、それを目くらましするために全然関係ない A を殺し C を殺すみたいなね、うん、で何か一筋のこうあの糸で繋がれてるんじゃないか、貫かれてるんじゃないか、うん、この連続殺人にはっていう非常に悪質なんですけど、うん、そういう目くらましのために大量殺人したりするっていうような、うん、そういうトリック、うん、これ不連続殺人事件の中にも使われてたりするんですけど、うん、例えば一番仲の悪い、もうね、めちゃくちゃ仲の悪そうに見える男女が共犯だとかね、その後から共犯だったとかっていう、うん、それをその探偵役がどう見破るかっていうのが、うん、その不連続殺人事件で書かれてるんですけど、うん、とにかくいつあの巡り合わせて周りの人間たちがその、うん、もう囚人監視のもとでその男女がものすごく激しく口汚く罵り合って、うん、と組合の大喧嘩やってると、うん、でそのためにわーって言ってもちろんか弱い方の女性をかばう、うん、ところがある連続殺人が続いてるその夜に、その夜に限って、うん、その彼女が窓をぶち破って暗闇の方に逃げていく、うんうんうん、ね、それをあの結末近くで探偵役が指摘するんですよ、うん、そんなことがあり得るだろうか、うん、え、うん、囚人監視のもとだと他に誰もいないなら別だ、うんうんうん、だけど明るい部屋でその乱闘が起こってて、うん、そこにいる大の男たちはみんな彼女の味方をするだろう、うん、男が暴力振るって怒鳴り散らしながら襲いかかってきた、うん、みんな彼女を守ろうとして盾になるだろう、うん、その人がいるとこ逃げますね、その男に対抗していくら力でかなわずとも、うん、みんなで寄ってたかったよ、その男を止めに帰って、うん、彼女を守る方に入るだろう、うん、なぜ他に誰も当てのない真っ暗闇の森しか向こう闇の彼方にはないところに向かって、うん、彼女はその夜に限って逃げてったのか、うん、そうせねばならなかった理由があるはずだ、抜き差しならぬ理由があるはずだ、うん、それが真理の痕跡なんだっていうね、トリックがあるんですよ。これはまあもうこれから、心からも先申し上げると不連続殺人事件のネタバレにもなってしまうんで、うん、ここで留めておきますけど、うん、なぜその夜に限ってじゃあ味方がいっぱいいるはずのこの明るい部屋でなく、うん、ね、わざわざ闇の彼方に遁走していったかっていうような、うん、その不自然さ、うん、それと同じものをね、ちょっとこのスマホを落としただけなのにのね、うん、パスワードのところで、うん、まあ私は感じてしまったので、
これから読まれる読者の方、あるいはこれから映画を見られる観客の方は、その辺はどうお感じになるかというところはですね、なるほど、あとは皆さんそれぞれそこはお楽しみ、直接、はい、お楽しみということで味わっていただきたいと思いますけどね。あと些細なこと一ついいですか、はい、あの字の描写なんですけど、うん、あの字の文章のね、うん、私ちょっと思わず笑う、別にバカにしてんじゃないんですよ、うん、美しい横顔をガン見するっていう文章があったんですよ、うん、この美しい横顔をガン見するっていう一節にですね、うん、時代だなと、うん、やっぱりねこれちょっと前のだったら普通の小説、うん、普通の小説って言い方しちゃいけないかな、うん、やっぱり凝視するって書くでしょ、あ美しい彼女の横顔を凝視した、うん、その時男はみたいなね、うん、凝視したってところを普通にガン見するって書いてあったんで、うん、あなるほどこういうところも時代だなというようなことをね、うん、はい、ちらっと思ってしまったというようなそんな次第でございます、うん、はい、堀島さんらしい読み方それはそうですね、うん、いや本当ね気をつけないといけないですね、スマホはね、これはもう本当にもう、怖い怖い、そっか、堀、うん、島さんスマホじゃないですね、いや変えたばっかなんです、あそうなんですか、そうなんですよ、でもねもうほとんど状態としてはあれですよ、あの2001年宇宙の旅に出てくる、うん、あの謎の黒板物体モノリスを前にした類人猿状態ですよ、うん、ずっとなんかもう全然いまだに何にも使いこなせてませんし、あのもうなんか液晶の画面もね、うん、もうカチャカチャもういじりながらキキキキもう叫んでますから、うん、全然ダメですから、うん、もう、はい、いやでもどうですか赤井さん、ね、いやでもねパスワードをねあの難しくしようと思った結果、うん、私昔あの海外旅行行くスーツケース、久しぶりに使おうと思ったら、開かなくてパスワードが、うん、何をやっても開かなくて、なんだったろうと思ったら、ね、そう昔付き合ってた人の誕生日だったんですよ、だからもうそういうことすると覚えてないってことになるから、うん、ちょっとね怖いんですよね、自分の記憶も怖いんですよね、そういうことがね、はい、あります、皆さんお気をつけください、はいはい、さて折島さん、せっかくですからお知らせお願いします。いつもすいません、便所告知をお許しいただいて、はい、12月29日もうこれも詰まって土曜日になりますが、うん、夜10、19時夜7時の開演で、はい、私は毎月29日に定期開催しておりますのぶし系お笑いライブ、うん、苦い肉の祭りと書いて苦肉祭、うん、回を重ねてもう169回目にもうなります、足掛け15年以上やってるんですけどね、はい、苦肉祭169真珠湾奇襲のドンファン山本五十六、うん、と題しまして、東京はレフカダ新宿というね、うん、ライブハウスにての開催でございます。出演は漫才米粒社協としてではなく、戦後生まれの将棋軍人大本営発表に決心しまして、うん、ピン芸人としての私、うん、それから西口プロレスのユンボ&三平三平、うん、R1 王者三浦マイルド、うん、謎かけ衛星名人ネズッチ、そしてアングラお笑い界の帝王、うん、チャンスおしろ、うん、親父コントのシャバゾーシュール漫談町浦ピンク、そして、うん、エロ漫談の帝王横須賀歌丸ほかもろもろわらわらっと集まってますんで、お席まだまだ余裕ございますので、レフカダ新宿までお問い合わせご予約のほどお願いします、うん、電話番号は0353660775 0353660775レフカダ新宿にて受けたまわります、どうぞよろしくお願いします、はい、苦肉祭12月29日の土曜日でございます、はい、年内最後の開催となります、はいはい、映画もね現在もう公開中ですね、もう大ヒット公開中、11月2日に公開されて、はい、もうお客さんねまだまだ入ってるみたいですから、そうですかね、そちらの方はぜひ劇場で、はい、はい、今日はスマホを落としただけに、レビューしていただきました、だけなのにね、あごめん、スマホ落としただけに、スマホ落としただけにと、ねずねず別の展開、ネズッチに引っ張られてる、なんかうまいこと言おうとしてる、だけそうですね、ハマスマホ落としただけなのにでした、はい、折島さん次回の担当は来年1月9日水曜日でございます、はい、はい、またどうぞよろしくお願いいたします、良いお年を、はい、以上大読芸人折島一平次、折島さんありがとうございました、失礼しました、ありがとうございました、TBS ラジオ玉結び。玉結び TBS ラジオ赤い玉を玉結び、そろそろお別れのお時間です、はい、玉結び明日のパートナーはピエール滝さん、滝さん午後2時からはピエール滝のハガキで悩み相談、相談3時からの面白い大人はおもちゃクリエイターの高橋新平さんが登場です、おもちゃやボードゲームの開発をされている方で、うん、無限プチプチ、はいはいはい、存じでしょうか、あのエアパッキンを潰す感触を楽しめるおもちゃ、永遠にできるですね、そう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 、うん、ああいうのを開発された方です、うん、お聞きの TBS ラジオ、この後は荒川協会デイキャッチ、午後5時50分からサンドイッチマンのウィーラブラグビー、はい、午後6時からはライムスター歌丸さんのアフターシックスジャンクション、うん、水曜パートナーは日々真央子アナウンサーです、引き続き TBS ラジオでお楽しみください、お願いします、今日はお弁当ストーリーということになりましたけれどもね、うん、世田谷区の鳩村さん、女性の方からいただきました、はい、ありがとうございます、
会社勤めをするようになってから、自分でお弁当を作って持参しています。全部作るのは大変なので、冷凍食品の存在がありがたく、とても重宝しています。その中でも紙のカップにひじきや切り干し大根などがのおかずが詰まった冷凍食品を愛用しているのですが、紙のカップの底に食べ終わった人へのメッセージが書いてあるのです。頑張ってとか、いつも応援しているよなど、自分で作ったお弁当でこういう前向きなメッセージをもらうと地味に辛いです。え？でも便利なのでまた同じ冷凍食品を買ってしまうジレンマですという。いやでもなんか何が出るかわからないみたいなね、ことですもん ね。今だからね、僕もほら昼なんですとかや、ね、出してもらってますから、知ってますけど、ね、そういうもうお弁当専用の冷凍食品、もうそれもうポンってのけるだけ、入れるだけでね、おかずになるっていう、そういうのもありますから。今なら楽々作れたんですけどね。今ならいや今から作るんじゃないですか、岡井さんは。そうですね。こちら北海道旭川市は肉屋さん43歳の男性の方。はい、ありがとうございます。子供の頃好きだった弁当は、弁当アイスです。あったっけ、あったなんかあったぞそういうの。ああ、はいはいはい、すごい。梅干しに見立てたものすごい甘いゼリー以外、形が違うだけでアイスでした。変わった形のアイスが嬉しかったです。アイスラーメンも好きでした。すごい。これあれじゃない、雪見大福のヒットを受けて、本当雪見弁当だって、雪見弁当って書いてあるし、なんかあったねこういうの。 ありましたかね、あった、食べた記憶がある。なんか米一粒一粒みたいなちょっと形になってて、でも、バニラアイスみたいな感じで、確かそうやったと思う、見たことある。梅干しだけはゼリー、甘いんだ。はあ、いろいろありますな。わあ、いいですね。こちら東京都品川区エモイオマサルさん、43歳は男性の方。はい、中学生の頃担任の先生がとにかくいなり寿司が好きでした。いなり寿司を持ってきた生徒は必ず没収され、先生のおかずと強制トレードさせられていました。ある朝母親がお弁当にいなり寿司を入れようとしていたので、慌てて事情を説明して やめさせようとしたら、だったらいっそと先生の分のいなり寿司を追加で持たされました。その日の昼ご飯、先生が満面の笑みだったのを妙に覚えていますという。ああ、いいお話じゃないですか、ね、いなり寿司の時あったな、うちもいなり、お弁当の中にいなり寿司、合成ですね、いなり寿司確かに嬉しかった覚えがありますね。先生もすごいね、おいなりさん、ずっと、うん、狐だったのかな。ね、お狐さんだったのかな。ね、かもね。赤い鳥居とか近くなかったですか。したけど。でもお弁当に甘いの入ってるのだから好きでしたね。きなこおにぎりみたいなとかね。なるほどね。そうでした。はい。結局先生はミートボールということで。そうですね。いいですか。うちの母親はみかんでかさ増ししようとしてたから、あれやったな。そうですか。みかんって。だから、はい。ホワイト赤い玉と。高田大吉でした。